始まったかな。はい、どうも、始まりました。大丈夫かな。こんばんは。こんばんは。声は入ってるかな。ちょっとごめんなさい、遅れちゃいました。今日は、生ガミンクラフト11月号ということで、ネザライトを掘りに行くんですが、ずっと直線を掘っていく、曲がってはいけないネザー採掘をやりたいと思います。狙いはネザライト。はい、反応なのか、はい、溶岩出てきたらやばいね。いや、そうなんです、やばいっすね。そればっかりはやってみないとわかりません。見ないとわかりません。はい、で、今日はバースデンさんとヨッピーさんも配信しておりますので、はい、視点配信みたい方はそちらもどうぞと、はい、いった感じで、トちゃんそこに隠れてるのか、何してるのか。隠れてたのにな、バレちゃったか。視点配信をしてるから顔のアップにしてるのかなって思った。全然もうアップどころじゃないです。中見えてますね。そういうことね。そういうことね。じゃあやっていきましょう。必要なものをね。うん。はい。死んだら困るしね。これいるのかな、防具とか。ネザライトの防具はあのマグマの火炎耐性もあるんで、火炎耐性というかその炎症ダメージもちょっとね抵抗が入るんで。あ、そうなんだ。あってもいいかもしれないですね。いや、俺ピッケルを作る材料だけ持っていこう。ご飯と。そうそう、私もピッケルだけ作る材料を持っていく。敵とは戦わねえんじゃねえかな。あ、ピグリンが後ろで湧くとかある？その横何マスにするかっすよね。まっすぐって。金のブーツだけ履きました。オッケー。俺は今コメントで神友ちゃんけんって流れたから神友ちゃんけん持っていこう。神友ちゃんけんをなくさないようにね。俺も金のなんかない、金あ、金使っちったのか、諸事情で。諸事情で使いましたね。諸事情でちょっと金ならない理由で。あ、俺金インゴットちょっとあったんで、ブーツでいいですか？3個あれば、あ、作れる。はい、じゃあもらいます。ほい、あ、どうもありがとうございます。4個でブーツで、ちょっと、はい、これで OK。 OKはいはい、オッケーです。火打ち石を持っていくと、あ、なるほどね。コメントありがとうございます。そっか、松明じゃなくて火打ち石でずっと燃え続けるのか。その手があったか。お、そうか、それでいこう。イエイ。はい、じゃあいきましょう。大丈夫、ウバセンさん。はい、はい、くしゃみが、あ、くしゃみをしてたのね。オッケーオッケー、はい、じゃあとりあえず最初はこの4人でやっていこうと思います。はい、多分後々人は増えていくと思うんですが、こちらでございます。あ、でございます。はい、諸事情は動画になりますか。動画になります。お楽しみに、はい、悪いことであっても動画にするだろうな。悪いことでも、はい、動画にします。全部動画にします。今日はポッキーの人、ポッキー食べた。あ、そっか。いや、ノーポッキーですね。食べないとな。チンアナゴのヒゲもあるらしいですよ。え、そうなんですか。形が似てるからか。形が多分そう。棒がいっぱい。そういうことね。それ言い出したらもう縦長のもの全部このヒゲ持ってこれる。確かに。確かにね。ここです。ここね、もう落ちちゃって大丈夫なわけ。怖すぎるんだろ。はい。はしごで行くわ。みんなはしごで行ってる。誰も信じてない。なんでよ、俺生きてるのにここで。え、だってトモさんのことだからさ、うっそーとか言って大丈夫だって。俺ここ何回も死んだんだから、テストするのに。お疲れ様です。全然信じてないじゃん。何緑のツタを這わせてる。こう水効かないのな、ネザー。俺最初ネザーで水やジュッてなっちゃうから。無理やな。ちょっと調べたの、ちょっとネザーでも落下しない方法って、うん、あ、これでも大丈夫。あ、そっか、これで伸ばさないようにしてるのか。そうそうそう。いや、もうね、ネザーで水なんか置けるわけないじゃんと思ったんで信じてませんでした。何この不吉な十字架。これ矢印です、あっち矢印なんだ。そう、あっちってこと。十字架こっちにまっすぐ掘れ。そう、で、今回はこっちにまっすぐ掘りたいと思います。はい、オッケー。はい、みんなで横一列に並んで掘るとか。そうだね、この 1,2,3,4,5 かける高さ2をまっすぐずーっと掘るわけ。うわ、俺真ん中にしよう。いいよ、真ん中でも。いいの、いいの。いいよ。真ん中のが左右から一番影響受けやすいけどね。うわ、どっちにするかやな、これ。いや、もう真ん中ダメだよ。真ん中にしようって言ったから。真ん中ダメだよ。真ん中の取り合いになってます。
これ高さはネザライトの高さですか？あ、これはい、高さは16かな、15、あ、15だ、15、うん、いいですね。8から22が出やすいらしいんで、真ん中の15でいってます。まあ、これをね、こういう感じでポコポコポコっとこうやっていけば今日は絶対に曲がらない、曲がってはいけないネザ採掘っていうことで。あ、じゃあ A と D 押さなくていいんだ今日は。もういや、A と D、 まあいいよそれでも。俺はでも映さなきゃいけないから横向いたり移動したりするけどね。ヨピさんに取られちゃった。ワークベンチ取ったね。ああ、ワークベンチ。うん。じゃあ、やっていきましょう。頑張れ、コメントありがとうございます。じゃあやっていきます。絶対に曲がってはいけないネザー採掘、スタートー。カーン。オラ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 。ネザーライトが出たら、え出てる出てる、ソウルさん、ソウね、ねえ、それはさ、前のめりすぎんのよ。しかもそこネザライト出たのよ、俺いきなりここで。本当だ。あ、そうなんですか。眠ろすと。何してんの？あそこで行かなくても。鳥ちゃん帰ってこれない？もしかよくそこ大丈夫だったね。いや、ギリ掘りましたよ。あ、掘って逃げたのか。掘って逃げました。え、じゃあそろそろ燃えたんじゃねえ全部。全部燃えた。俺ちょっと。ソーラさん安心して。縦と、うん、鉄ピぐらいは残ってるから。よかでもね、俺ね、ゆっくりとスローモーションで見えた。ソラさんのダイヤツールが溶岩に落ちていくのが見えた。あー、ダイヤはさようなら。チュ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 って。ただその代わり。ダイヤの剣なんて持ってなきゃよかった。うん、だなんでダイヤの剣なんて持ってくんのよ、ソラさん。この前作ったやつ、うん、つい置いてくるの忘れました。これさ、マジでテンション下がるよな、いきなり。確かにこれは仕込んだ？仕込んでないよ。4人のうち誰かが引っかかるように。だとして、え、これすいません、ちょっと木切ってくんで。いや、木はいっぱいあるからこっち現地いきなり来て大丈夫だよ。あ、大丈夫ですか、うん、なんせ私今、絡みですけどいいですか？絡み？何にも持ってないけど。いいよ、持ってない。あと30体いいけど、あれソーラさんの声ロボットってない？俺だけ？いや、ちょっと大丈夫。俺は大丈夫かな。あ、じゃあ俺だけだ。俺のせいだ。じゃあちょっと一回抜けます会話。はい。あーあーあーあ、入ります。どうも。間違えた、こっちじゃない。ああ、直った直った。あの、溶岩止めたいんだけど、ソーラさんのアイテム拾わないように待ってるから。いけないよ、ごめんね、ユピさん。もうちょっと待って。あ、でも俺んとこから塞げるかもな、これ。いける？あ、そこ？こっちからね、じりじり行こうかなと思ってた。これでいいのかな？うまい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 、ナイスナイスナイス。もう、なんてか、なんで横してますか？なんか出てましたけど。ここを掘ったから、ここが空間だったんだろうね。うん、ああ、そういうことね。いや、ここに、あ、溶岩源が。木とか鉄とかください。いいよ。これは怖いな。自分の、はい、なんていうの、あとブラックストーンもあげる。自分の、あ、出てるな。うん、出てる、ほんとマジで出た。いきなりネザライトが、ほい、出ました。え、出るもんかね、いきなり。これすごいすんなね、びっくり。いや、これいつ死ぬか分からん。私はいきなり溶岩だったのに。代償かもしれない。ネザライトが出るとき誰かが死ぬのかもしれない。おっかなすぎるわ。よいしょ。これもあれ、チェスト作っときますね。そうっすね、保管。ちょっと俺の道っすよ、ここ。ソラさん、俺帰れなくなっちゃうから。はい、ネザライト1。あ、ちょっとここであの、なんだっけ、ピケロを作りたいだけで、すぐに回収いたします。よいしょ。よし、できたできたできた。オッケー、行くか。まああとまっすぐね。これあれなんだよね、みんなで掘るからさ、誰かが溶岩引いた時に早く情報共有しないといけないんだよね。俺効率強化でどんどん、あ、これ大丈夫かな、どんどん進んじゃう。そうだね、じゃああれか、鳥ちゃんうまいことバランス調整してみんなも一直線に行くようにしてくれる。ちょっと大変かもしれないけど。オッケーオッケー。エティキニアさん、みんな見ながら2マス。あ、そうだね、鳥ちゃんこことそこ掘れば、そうそうそう、俺ここ一直線で掘るから、それでちょっと、ね、あぶねえ。オッケー、2マス担当。大事、うん、2マス担当で。なるべく離れて掘れる距離ギリギリで掘れば、それでも早いわ。流れが早いですからね、ネザーは。
あ、溶岩のね、うん、水のごとく流れてくる。出たら出たって言ってね。びっくりしたな。今は出てない、今出てない、今出てない。レッカーって言う暇ないので。急に明るくなると怖い。溶岩出てきます。怖いですよね。俺がちょいちょいあれです。条件反射で。あれ、ちょっと一回戻ります。はい。ストップストップ。いっぱいピッケル作ってくるの忘れちゃった。あ、俺もラックを一回燃やすか。よし。いいね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 。そうね、ラックがいっぱいになっちゃうから。そうだね。どっかで溶岩に入れて燃やしちゃい。トモさんのこの火にぶん投げる。よし、さまっすぐやっていこう。わめめ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 、そらそら逃げて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 。オッケー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 、大丈夫大丈夫、それ大丈夫、遅い、それ遅い、もうそれは遅い。遅いよ。飲まれてたな今の。絶対その速さの避難だったらもう飲まれてたよ。うん、たまたまこの世界線のソラさんは生き残ったけど。そうだね、危な、危んね、危な。 OK、 また死んじゃうとこだった。危ない。まあ今のぐらいの速さでみんなで情報共有しよう。そうですね。これね、あれ上に掘って段差上げるよりかはもうブロックでガードした方が早いわ。確かに、そのピッケルの隣にもブロック置いとこう俺ね。火つけます、すぐ勝ち。やばいやばい、怖い。いやー、バスさん早い、怖い怖いね。攻めてない、攻めてない、大丈夫。怖いね。あ、出た出た。出た出た出た。もうまた溶岩かと思った。いや、ごめんごめん、出た出た。一応周りほっとくわ。いない。出るれ。え、待って、2個目2個目奥にある。2匹って言おうとして。2匹目2匹目。どこ？2匹目。あ、本当だ。奥奥奥奥。2匹出た2匹出た。あ、本当は2匹いる。2匹だ2匹だ。え、もう今日そういう日なんじゃない？これ見えてる。トモさんのとこばっか出るじゃない。トモさんのライブ配信見えてません。大丈夫ですかこれ？やばい。あれだ、また自分で埋めたの掘り返してる説が。いや、らせすぎる。神の手、神の手、日本史の教科書が変わりました。やばい。よし、行こう。やばいな、なんかトモさんのとこ溶岩も出るし。確かに怪しいね、俺ね、今一番俺が怪しい。そう、だからきっとこの後溶岩に飲まれてゼンロスのね、フラグだよ、これは。ちょっと待って、一回、そんなこと言われると怖いから一回話してくれ。現実。もう後ろ湧いてます、豚ちゃんたちが。ですね。あ、早いな、そいつらにも注意しないとね。でもこいつら豚肉落とすからね、嬉しいっちゃ嬉しいね。食料ですね。でほら逃げるでしょ、この豚は。絶対許さんけどね。え、タフじゃん。タフです。あ、それはせこいわ。いっちゃいましたね。いっちゃった。よし、なんか一人で掘ってる。また死ぬんじゃないの？掘り方が来るかもしんねえから。ちょっとね、掘り方は頭よくしてるから大丈夫。そういうこと。火打ち石を左手に持てばいいのでは、まあ、ごもっともなんだけど、間違えて人の足元でやった場合取り返しがつかないから。あとね、あのライブだとね、画面が狭くなっちゃうからね。そうね、そうね、あえてしてないときもあります。古代の残骸はマグマでは燃えない。上の段をずっと掘り進むでしょ。下の段は手前からじゃなくて奥から掘ってくれば。なるほどね。なので、でも大丈夫。それはでもあれだよ、これこの列で掘ってるから、隣の人が何もしなかった時の場合だよ、それは。バステンさんが出す可能性もあるからね。横から来るかもしれないからね、ソラさん。常に行け。うわー、来た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 、止めちゃ危ない、止めちゃ危ない、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 バステンさん耐えれる、大丈夫、バステンさん落ち着けば回復すれば大丈夫。バステンさん、多分オッケーオッケー。やばやば、これこれやば。出しすぎ、ギリギリギリ、あっぷらちょっと寝ざらえと泣き出してりゃいいんじゃないですか。盛り上がるぜこれ。そう、言った通りだな、本当に直後にヨモさんがマジだ。処理しようとすんな、これを。それで巻き込まれて人が死ぬって予想外だった。ね。いやー、ダブルキで取るとこだったな、今。危なかったね。今でもほら、2個ネザライト出たから、2人分の命が必要だったんで。ねえ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 、食べ物ください。あ、いよいよいよ。ほいほいほい。あ、俺もあげますよ。食べ物も全ロスしました。
食べ物ないと今ちょっとダメージが大きいの。いいですよ、このポテイト。ポテトありがとうございます。肉もあげます。メイクミンです。メイクミン、かまどもやっとこ中継地点みたいな。中継地点にこれ入れとくわ。あ、そっか、これ用燃やす。あー、ごめん、ありがとうありがとうありがとう。申し訳程度の石炭を。生贄取られんぞこれ、本当に。石炭も全部燃えた。こんな近くでもうガストの声するの。おびきちゃんしますね。気をつけてね。あー、怖いな、なんか砂利、生き埋め気をつけて。生き埋めもそうだし、上からマグマ垂れてるから。砂利が溶岩湖の床だった場合、来んのか、溶岩が。容赦なく来ますね。うわ、怖っ、それ怖いわ。でも上覗いた時にその空間にあるかもしれないから、一応上見た方がいいです、ね、そうだね。うわ、怖いねそれ。あ、そっか、上にネザライトがあるかもってこと言ってるわけね。あ、そうです、そうです、そうです。ああ、なるほどなるほどなるほど。チャンスだったりもするかもしれない。なるほどなるほど。ああ、もう先に謝っとくわ、バステンさんごめん。怖すぎるこれ。怖すぎるんだよなこれ。クォーツか。あ、時はない、ない。おい、俺すぐで逃げる準備入ってたな。いや、めっちゃ離れてるから大丈夫か。怖い怖い。本当に丁寧にやってるこの人。ソラさん、ここで燃えたらもうことですよ、この広さで。確かに。あ、で、あ、出てないのか。シャードか。シャード。まあ、これも結構ね、使うから。あと、修正の回復に使おうかな。ほい。怖え。怖い。でもまだ大溶岩みたいのにはぶち当たってないね。おい。びっくりした。やめてくれよ、ジャリさんよ。誰も溶岩湖の底を向いてないです。あ、クリアクリア。上、上、上、あれですよ、ブラックソースなんで。オッケー。なんか、あ、お、お、なんか危ない気がする。トモさん乗れた、危ない気がする。予知します。今当たれてる？あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫か、大丈夫か。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。なんかエフェクトがでも飛んでるね。なんかそう、一瞬なんかね、ボッて燃えたんすよね。こういうこと言わないで。パーティクルトモさんオフにしてます？パーティクルオフにしてるわ。気のせいかな。トモさんの、あ、全てにしてるわ。ロゴが ID がなんか赤いもんだから、あ、なんか出てるって。あー、そういうことね。もうブー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 びっくりしてんな。怖えなこれ。砂利怖えな。あ、大丈夫か。大丈夫だね、今のところ。うわ、なんかもう怖すぎて幻覚見てる。うわー、痛い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 。バスティさん出たよ。動いて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 。進んで前に行く前に行く前に行く。ナイス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 。オッケー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 。あぶねー、怖いぞー。べーわこれ。ふとっとさに置けた、嬉しい。いいよいいよ、みんな反応速度上がってるよ今これ。熱い、自分で燃えてきたー。ババーそこで熱い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 。何やってんの。何やってんの。熱っ、やばいやばい、耐えて耐えて耐えて。ふっ、何やってんの。何やってんの。危ねえ。ああ、よかった。ありがとうありがとうありがとう。怖っ。まだ出てくるかな、ここ一応埋めたんですけど、トモさんあれどこだ。みんな引くな、ヨーガ。この隙間から出てきたヨーガ。ね、オルトヨッピーさんのレスまだ出てない。確かに真ん中はやっぱり両サイドの方が。あ、そ、あ、出た出た、真ん中出た真ん中出た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 。あ、もうもう。あ、ねえ。うまいじゃん、対処してるじゃん。うまいうまいうまい。オッケー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 。あ、待って、これ根本的解決になってないこれ多分。嘘、本当だ。オッケー。ゴー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 。あ、あれちゃった。面白いな、こういう採掘も。絶対に曲がってはいけないからね、何があっても。チキンペースに近い感じになってきた。ちょっと待って、遅れんのやだこれ。そうだね、一直線に行きたいね、うん、でもなかなか出ないね。死ぬなら一緒。古代の残骸、火つけます。まっすぐ掘って、トモさんもう3つ勝ち。まっすぐ掘って3つ出た。クリアー、怖いよ、明るくなると怖いよ。ごめん、明るくなると確かに怖いよね。一瞬ドキッとしちゃいますね。出たら言ってよ、信じてるぜ。うわ、あ、うん、あ、砂利ゾーン来たよ。砂利ゾーン来た。明るくします。あー、来てんな。砂利ゾーン来たぞ。待った方がいいな。はいはい、離れてよ。上、これさ、さ上、さっち持っちゃう。上、さっち。あれ、なんか明るくない、上溶岩来てない、大丈夫。食べてない。なんか明るくない、この先。
明るくない、なんか見えてる、明るくない、この天井の先が、あ、いったなんで、おいおい、あぶね、びっくりしたこれ、おい、おかしいだろ、俺ではない、あの、被害は最小限にと思う、まあ確かに、いや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 おかしいでしょ、これなんか明るい気がするが、もう行くしかないですよ、大丈夫か大丈夫か、これはピッケルじゃない、いや、シャベル持ってきた方がいいな、俺、はい、壊しますよ、うん、ちょっと壊してもらっていい、一緒にお手伝いします、あ、大丈夫大丈夫大丈夫、古代の残骸もないです、ない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 、意外とやっぱマグマ遭遇するんだな、いや、まあネザーはね、やっぱあるんだね、ちょっとじゃあ石炭行こう、くんない、あ、石炭、1本でいいよ、あ、石炭、松明でもいいな、ごめん、松明でも石炭でも、あ、松明ならあります、1個でいい、はい、ありがとうありがとうありがとう、いいんすか、うん、砂利を壊そうと思って、ああ、え、なんだっけ、ブラックストーンでもいいんでしたっけ、あ、石素材はね、ブラックストーンでもいける、うん、じゃあちょっとこのブラックストーン取ろう、なくなっちゃった、豚湧いてるから気をつけてね、ソラさん後ろで。本当だ。焼かれる以外の死因はあんま見せないでくださいね。確かにね。豚で殺されたとかさ。いや、でもな、やっぱないんだね。5人で掘、4人か、4人で掘ってこの勢いで4つ、うん、ん ?3 つしか出てないのか。でもまだトモさんしか引いてないですからね。ね。え、ここ明るくしといてあげようか、ソラさん。ありがとう。怖えな、それはそれで溶岩引いたら怖いね。鼻口つくとこ。はいはいはい。OK です。蓋しとくか、一応。そうっすね。よいしょ。OK。よし。さあ、やっていこう、やっていこう、やっていこう。怖いよー。ゴー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 。こんな足りないんだから、諸事情をね、あの、そう、諸事情によって動画でわかるんですけど、めちゃくちゃネズライトがいるっていうことになっちゃったんで、うん、それを今集めてます、ちょっと動画でわかるんで、理由はお楽しみにしておいてください、カミングスーン、そうだね、カミングスーン、トゥービーディターミンドです、なにトゥービーディターミンド、トゥービーディターミンド、うん、To be continued じゃなくて、うん、ビターン、すごい、ターン、30秒くらいかけて聞いてるのに何だか全然わからないあ、そのうち、そのうち決めますよっていう、ほーほー聞かなきゃよかったみたいな、そういう人に恨ませて聞いたなら聞いたら聞いたで、薄いリアクションないね、ゾラさんが遅れ気味なんで、ゾラさん、あ、オッケー、じゃあちょっと待ちます、ゾラさん、来りなさいよ、ほらほら、はい、来りなさいよ、ついに体力は満帆で、明るくします、勝ち、ありがとうございます、一マスぶり、うわ、こわ、怖いことしたな、今怖いね、確かにこれちょっとみんなより前行くと、もう周りが壁だからどっから攻められるかわかんないね、これ、そうなんすよね、うん、あ、真ん中の人一番怖いじゃん、左右から来るから、で、ま、んそうなんですよ、マグマ出した時もみんなをまとめて倒してしまうかもしれないんで、それも怖いですね、マルチキル、おー、びっくりした、金だ、あ、金か、はい、また火つけます、勝ち、ありがとうございます、はい、出ないね、うわ、壊れた音か慣れて、壊れた音にビビっちゃう、もうこの金ですら怖いあ、出た、溶岩引いちゃった、溶岩引いた、オッケー、ナイスナイスナイス、あ、バスさん、いい、自己完結、うまい、いいよ、ヨッピーさんのルートに溶岩剣がある、あー、オッケーオッケー、そういうことか、流れてきたから、いや、待って、これ、続いてる、これ続いてるね、これ溶岩湖じゃないか、あ、だ、でもここ一番先、あ、いけるいけるいける、オッケーオッケー、その先大丈夫かな、さあ、さあです。さあですね、これは。とりあえずって感じ。よしよし。それだけだよね。ちょっとまあ。あ、でも1個潰して出たから大丈夫かも。OK。いっ
いや、1個ね、2万出たんなら鉱石出てほしいな。お、ソーラさん出た？あ、出た出た出た、ソーラナイス。これなんかソーラさんが気づく前に気づいちゃった。いいよいいよ。ちょっとこっちだとほら、角度がちょっと角度的に。びっくりしたの。火をつけただけだからビビらないでって。じゃあ俺掘っちゃうね、これ待ってください。はい、ナイス1かな、これは。1ですね。1でした。はい。ナイス1。じゃあ俺、しまってくるわ。うん。事故が起きると怖いんで。ナイスナイスナイス。っていうことは誰かまたヨーガの餌食になるぞ、1個出たから。そうっすね。よし。え、でも意外にいいペースなんじゃない？この、マジでまっすぐ掘ってんな、これ。もう、何マスぐらい掘った？ 100 以上は掘ってますよね、多分。いや、全然掘ってる、全然掘ってる。これ、俺これ帰んなきゃいけないの、また前線まで。動画にならない、動画に配信にならないですからね、戻って時間がかかっちゃう。あれでも豚いなかったな。遠すぎるんじゃないですか、さすがに。そっちはもう、そういうことか。途中で、まあ、かもしれないです。ふぅ、ポイッとね。オッケー、これ持って帰っちゃおうと。そんな遠いんだ。さて行こう。往復がどうぞ。ようやくたどり着いてた。そう。そんな、なんかもう。マジで。もう、遠いですね。もう、あれじゃないですか。持っといた方がいいんじゃないですか。何持てば早いかね。まあ、最悪が、その、古代のやつは燃えないから。まあね。他のやつは燃えるかもしれないけど。確かに確かに。うん。そんな遠いんだ。あれ？びっくりしたID が見えなきゃ、あれどこ行っちゃったんだろうって焦ってるところ。全部掘っちゃうんだ。掘るでしょ。掘るでしょ。弓まで構えてやがった。構えて待ってたのに。いや、当てる気はなかったですよ。でも目の前にヒュッて、わーってやろうかなと思ったら全部掘っちゃうから。そりゃ掘るよ。よし。行き止まりでした、ドッキリが。俺も1個ぐらい欲しいな、まっすぐで。俺なんか2マス掘ってるからな。出てもいいけど。まあ確率的には多分。うわ、出た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 、真ん中真ん中真ん中。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし。ちょっと遠いな。あ、待って、変な太り方した。解決してないやつね。解決してないやつ、これは。いいよ。あ、悪くなることもありますよね。オッケー。ナイス。明るくしますよ、ポチ。マグマだけはめちゃめちゃ引くんだよな。マグマめっちゃ出るね。お、ブラックソン。クミさんがそこのツアーに参加しました。あ、どうぞ、クミさん。クミさん合流するまで時間がかかるので、ここまで掘ってきちゃうと。え、じゃあエンダーチェスト作戦が早いかもしれない、これ。エンダーチェストか。大丈夫、トモさん、そんな言って。あ、危ないね。ネザーの金を掘ってるわ。また明るくする。どうも、はい、待って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 。なんか誰か後ろに俺に投げてる人いるな。手持ちが減らないな。ずっと寝だらく投げてる。永久期間、永久期間。永久期間って言わない。永久期間って言わないよ。もう、供給してる時点で永久期間じゃない。供給期間はただの供給期間だよ。俺最近知ってよ。永久期間がまだ作られてないっていうのを。まあ。本当に無理？危ね。物理学の法則がそれを禁じています。でしょ。もう完全に否定されたってこと？そうそう。あ、そうなんだ。俺が作ったらどうなる？多分。歴史に残るんじゃないですか。歴史に残るって。え、じゃあもう YouTube で動画作んなくてもよくなる俺。もう多分世界一有名な人になる。マジ？やっちゃおうかな。トモブレッドエア、うん、トモキカっていう名前がつくんで書き換わっちゃうんですよ。そうなんだ。そうそうそう、えらいことです。
友期間。うん。アインシュタインは間違っていたみたいな、そういう話ですよ。なるほどね。やば。クミさん合流させるかい。うん。クミさん、すっごい遠いの。まあ、っすぐなんだよね。飛ばしちゃうか。うん、ちょっとこの距離はさすがにちょっと説明しようが難しい。テレポートをすみません、うん、使わせてもらいます。この下まで来れば多分迷うことはないと思うんですけど。まあね、距離がねだいぶ出ちゃった距離が、うん、クミさん、サイクスの準備ができたら言って。待って、クミが溶岩引いた時の合図は何？トモさんはなんかその第六感的なので。いや、わからんよ。え、クミさんどこに配置します？そう、確かにそれが大事だわ。真ん中にします。真ん中。その方が気づきやすい。あの、左右から出てきた時が気づかないから。確かに。クミさんがど真ん中がいいかな。の方がカバーし合えるか。正面だったら視界に入るんでね、うん、こっちも。確かに。オッケー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 。じゃあ、それでいくか。じゃあ、クミさん飛ばすよ。良くなったら言って。飛ばしていい時、丸くれ。連携プレイは必須、オッケー。硬いんだもん、ブラックストーン。ブラックストーン供給して。あ、でも上掘んない方がいいかな。危ないよ。でも こんだけありゃ十分でしょ。はい、そうは言ってももうなくなりました。早いな、なくなるの。作っちゃう俺もついでに。うん、できたできた。さて、これは回収させていただき、燃やしてる燃やしてる。いいね、4つか今出たの。下がるのが4つじゃ焼け石に水ですよね。そうだね、4つで今1インゴットできるってことかですね。うわうわマジか。焼け石にお水ですわ。うわすげえ、全然足んない。早くクミさん、もういや行こう。クミさん準備できてるって。もうやっちゃいましょう、時間がもう惜しい。やばい、絶対に曲がってはいけません。出てる出てる、バック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 これはだから、そうだね、うん、そこを照らしてだ、うん、びっくりした。壊しすぎちゃうんですよね。ここだよね。いけそう。ナイス。おっと。クミ真ん中の列ね。壊しててよ。そう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 。ああ、いい感じ、いい感じ。いい感じだ。あ、ね、あ、砂。砂じゃないや。見てください、皆さん。5人の。5人の松明じゃないや、石炭じゃないや、ピッケルを持った勇者が今やっております。ちょっと3人称視点で掘ってるんだけど、俺も1人称に戻して怖い。アルマゲドンみたいにエーロスミス流しておいてもらっていいですか？誰が死ぬんでしょうか。命がけの作業に。ウィルス・ウィリスは誰だ。えい、宇宙じゃないけど、よいしょ。結構クミさんガツガツいくな。うわぁ、1万円のスパチャありがとうございます。すいません、ありがとうございます。くるみさん、ごめんなさい、ありがとう。クミさん、クミさん、ヨガ引いたけど下からって、さすがクミさん持ってるな。すごいね、危なかったじゃん。いいよ、映してくださいありがとう。私の方がよっぽど騒ぎしてましたね。確かに。からの出てない。わ、やばい、ここマルチキル決めるかもな、父さんが。怖いね、よっから怖いな。ちょっと遅れてるの戻すよ。オッケーオッケー、うん、オッケー、戻ったかな。明るくしますよ、勝ち。はい、ありがとうございます。ゴーゴーゴー。やいやい、大丈夫大丈夫。もう信じる、俺前しか見ねえ。そういう企画なんですよ。そうかそうか、そうだったわ。もう絶対に曲がりません。うん、いいんじゃない。でもいいんじゃない。いや、そろそろ。えー、怖っ。来るぞこれ多分。何にもないからね。いや、何にもない。うん、いや、あれ、おでかいのが来るんじゃないか。確かに、溶岩弦にぶち当たってないよね。一マスの溶岩にぶち当たってるけど、今まで。そうっすね。
この高さはあんまりないのかな、そのネザライトの出る高さ。あ、そういうことなのか。あれだ、明るくします、勝ち、はい、そういう意味では今のところラッキーといえばラッキー。確かに今があんだけ出たけど、うん、言ってんなあの人。うわ言ってんね、クミさん。これあれだよ、自分の前だけ見てればいいんじゃないからね。真ん中だから右左から来るからね。全然止まんないけど大丈夫、あんな勢いで。なんかあったら待ち移しますからね、クイさん。なんかあったら、確かに全然振り返りもしない。あ、あ、違うか。また明るくします、ありがとうございます。やっぱりその一言があるかないかで全然ビビりが違うなるほどね。え、全然あれじゃない、溶岩もなければネザライトもないじゃん。あ、うん、チャミさんか。あ、チャミさん来る。あ、どうぞ。あ、チャミさん、どうぞどうぞ。これ列増やす？増やす。うん、増やす。ここから一個横に増やすか。余計真ん中ピンチになるな、これ人数が増えれば確率。あ、チャミさん便利。うん、チャミの列ここにするから。あ、でもトモさん一番端の方がいいですかね、その壁だけ。映しやすいから俺ここに行くわ。うん、今こっちに増やしちゃった。いいよ、どうせバトさん来るだろう。まあ、そう、バトさんレーン、あーヤンレーン、ヤンレーンがね。2万円スパチャミカサブさん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばチャミンさん、今日は、ネザーでずっと採掘するっていう企画です。何を採掘するんだ。ネザーライトっていう新しい鉱石があって、それが欲しいんだ、うん、なるへさん。あのでもね、すごい危険なことをしてるの。曲がっちゃいけないからね。採掘、曲がっちゃいけない。うん、ずっとまっすぐ掘る、うん、採掘の準備してもらって、それができたらこっちテレポートしますんで。了解。クミさん一人で大丈夫なんだと。クミさん左右から来るからね、溶岩は。分かってる。あとこれ、あの上とか見てね、あの砂利で空いた天井とか。意外にでもこんだけ掘って4ブロックしか出ないんだ。まあ効率は悪いよね、これまっすぐついてたから。本当は2マスずつぐらい分けて。そう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 、ローラー作戦ですよね。映らなくなっちゃうんでっていうところありますからね、ライブだと。でもまあ楽しいよ、うん、これ、うん、楽しいですね。なんか意外とやったことなかったりありそうで、絶対に曲がってはいけない。うん、絶対に曲がってはいけない。じゃあチャミンが準備できてワールド入って支度できたら声かけてください。テレポートしますんで。お願いします。どこ行っちゃったの、大丈夫。はい、うんうん、なんか インストールすれってなったけど。あ、ランチャーかな、それ無視して大丈夫かな、キャンセルか。あー、そうなんだ。うん、バージョンは1.17.1.17.1 レース。あ、じゃあこれでいい、最新のリリースで OK ね。はい、よし、じゃあ続き掘りますか。なんか後ろから私投げてるし、ヨッピさんだ。永久期間。供給期間。供給期間。供給期間がない。来てても来ててもさっきからなんで減らないのかな。供給期間に狙われたらおしまい。あったな、なんかいたずらでこのずっとシャワー浴びてるけど上からシャンプーかかってた。アメリカのね。はいはいはい。レッツゴー。レッツゴー。俺ここだよ。あ、ここ。うわあ、砂利ゾーン。砂利ゾーンめっとくさいねー。クリア。掘ります？あれ？あ、お願いします。怖えなこれ。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫大丈夫。上も大丈夫。よいしょ。あれ、このサーバーって。お、レルムですね、サーバーは。出ないですか、ネザライトは。出ないですね、なかなか。ないです。お、あと、冒険っていうか採掘かな。まあ、ご飯とピッケル、木と石、うん、程度あれば OK。うん、石はいないから、木とご飯かな、ピッケルと。うん。でもさ、いっぱいご飯持ってきてくれると嬉しいかな。石はね、ネザーで取れるようになったから、ご飯みんなのために持ってきてもらえると。ベイクドポテトが52個あります、うん、あ、全然ありがたい。来てください。大丈夫ですか。うんうん、すでに
あの全ロストした人がいるので、そう、しょっぱな全ロストしたからね、ソーラさん、うん、2掘り目で全ロストでした。やばいよあれ何、壁にくっついてガンガン進んでたの。おそう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 、それは危ないよ。あ、準備できたらこっちにテレポートします。多分、いや石のつらはし何本かあるからいいのかな、これですぐ何本かなくなっちゃうかと、木だね、木、木がね、木がない、うん、木がないと石はここで手に入るんだけど、お、出た、またじゃん、あ、また俺だ、出た出た出た、またまた、こ、え、ここ、あぶね、ここのラインやばいね。そこのライン何、 T ライン、 T ライン、トモラインでやばいね、これ。トモライン1、2だ。でもまあそこはチャミさん、うん、ここはチャミさんラインだね、未来の。え、あの、ごめんね、あの、私さ、リスポーンしたところがネザーなんで、木が、あ、そうか、あ、待って、あ、レンガだった、ない、木がないけど、木がないのはいいよ。あ、木、俺あります、原木、この中入ってるんで、うん、こっちで上げてしまえばいいかな、うん、上げられるから、あ、申し訳ない、うん、じゃあで、こっちもあるし、おお、おお、はいはいはい、どうも、これまっすぐ掘る、チャミン、ここ、こう掘っていく人ね。あ、ちなみさん、これ、木、この、なんか、あの、あるんで、俺、こっちの端になるね、したら、ありがとうみんな見るやん、女性陣すぐ見るからすぐ見るやん、彼氏の時に見るから、どっちもらっていいの、これめちゃめちゃ、どれももらって良いですよ、いいっすよ、どれでも。ちょっと、じゃあ、これだけもらっといて、よし、掘る、いいよ、ご飯がない人いたらあげますからね。ここ、ここでいいの、そこまっすぐ、うん、左右に溶岩が来たらファッと逃げる。じゃあ練習ね、チャミ、掘ってって、うん、待って、掘って、はい、はい、掘ります、はい、来た、はい、溶岩来た、溶岩来ました、溶岩来ました、あー、遅い、ダメ、全然話にならない、もう死んでる、なんで、うん、でももう一回、はい、掘ってって、もっと早く、俺が溶岩、溶岩来たとか言っても一文字目で反応しないけど、掘ってって、はい、来た、来たよ、来た、あー、オッケーオッケーオッケー、そう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 、それぐらいの速さね、それぐらいでよろしく。変わってるって。今ので命2つ助かってるから。変わんねえよ。変わるんだって。本当？変わる変わる。よかった、ソラさん、このパターンは。あ、じ、ソラさん自分で潰す。ちなみに一人先行きすぎると左右から溶岩来るから気をつけて。あ、ごめんなさい。はい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 。どうしようもできないから。溶岩引いたら言ってよ。面白いな、この一直線しか掘らないって。個人技だと思いきや結構チームプレイだ。チームプレイ。すぐ言わなきゃダメ。あとそう。意識をクミさんに何パーセントか割かないといけないんで。だからクミさんには常に、ね、先行してもらって。この真上溶岩だな。上掘んないように気をつけてね。こういう意味。あ、ほんとだ。これ危ない。掘れってこと？掘れね、掘れね、ダメダメ。絶対掘ったらダメ、ほんとに。まとめて死ぬからね。一網打尽、マジで。あー、これ危ねえな。溶岩湖じゃないの、つまりこの上。マジ？ちょっと、一番端の方、ちょっと。ちょっと危ないかも、ちょっと下がってた方がいいかも、みんな。あれ、クミ封印したんじゃないこれ、あ、大丈夫か。しないしない。砂利がなんか。あ、大丈夫？大丈夫か。ちょっとここ、やったか。あ、大丈夫、大丈夫。やったかはダメだけど、ここは大丈夫みたいな。いい、掘って。いいよ、いいよ、いいよ。あ、大丈夫だな。うん、大丈夫そう、大丈夫そう、大丈夫そう。オッケーオッケー、大丈夫、大丈夫。あ、怖っ。よし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 。よっしゃ、コート大事、コート大事。あん。いや、一個ぐらい欲しいな。砂利やだな。砂利壊しますよ。砂利お願い。出ないかな。出ないな。よし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 。実はない。この2マスだけ ?3 マス ?2 マス？チャミンはこのこことこ、うん、そう、こことここまっすぐ掘ってればいい感じ。明るくします。あ、出た出た出た、バック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 。え、クミは？クミさんは全然無事。ああ、クミさん逆に行き過ぎてて大丈夫だったんだ。うん。命拾いしたな。え、なになになに、終わんない、終わんないんだ。また出た、また出た、また出た。クミさんの方から仕留めてよ。あ、オッケーオッケーオッケー。でもあの、溶岩源潰してないんだけど。あ、バック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 潰してないのか、潰してないのか、ごめん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 。うん、届かなかった。クミさん先行き過ぎね。できるだけまっすぐ行くよ。ここだから、これだから、これ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 。塞いだかな。はい、潰した。オッケー、ナイス。よし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 。ゴー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 。溶岩しか引かんな。怖。あ。大丈夫？大丈夫。よし。やるぞ。
レーザーライト。あー、かわいいよ。うん、ちょっと待っててくださいね、クミさん。待て。ありがとう、ありがとう。OK。いいんじゃない？いいんじゃない？もう。ゴー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 。よし。なに？パク？いや、砂が落ってきただけです。なんだよ。なんだよ、もう。砂がどんどん落ちてくるけど、心配です。気をつけてよ。ノラさん、一回死んでるから、ちょっとね。そうだね。敏感になってますよね。確かに。砂落としちゃいますよ、全部。あ、大丈夫ですか。いいよ、はい。落としていいよ。あ、出た出た出た。何、バクバク。あ、出たんじゃない、それ、出たんじゃない。出た出た出た。出たよね。あ、ナイス。あ、鳥ちゃんラインだ。見つけたのはクミさんだけど、出てきたラインはヨッピーさんなんだ。バイライン。ナイス。あ、出た、俺も出た。おー、すごい。出た出た。ここすごいじゃん。マジでここ出んな。これ、真上掘るからみんなちょっと離れてよ。垂れてないじゃん、俺は。大丈夫か。ほい、出た。一個一個一個、うん、一個。トリちゃん出た一個、俺もらっちゃってもいい？あ、みんなでさ、2マスぐらいずつこう右に寄った方がいいとかいうことないですか？右に寄る？あ、そういうこと？ここが出やすいならここを中心に持ってくるってこと？まっすぐしかでも進んじゃないから、まあ、曲がってはないけどね。うん、まあまあいいか、行くか、このまま、まあ、逆にこのままの方がいいかもしれないから。そうだね、初子貫徹で行こう。貫徹出てるよ出てるよ。でもね、まだ欲しい数の10分の1にも達していません。ほら、黒い石硬いんだよね。ないんですよね。いけ、明るくなったらすぐ避難するって言ってよ。来たよって。はい。お、なに、あちゃみさん来るぞ。お、来る。お、ちゃみ引いたってよ。マジでやばい。じゃあネタバレじゃん、それ。ネタバレ。あー、あったわ。あ、ナイス。じゃあ掘っちゃいますね。ナイスでーす。はい、どうぞ。ダイヤじゃないとダメなんですよね。ダイヤ以上ですね、これ。ナイスー。ナイスー。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。いい感じ、いい感じ。まもなく、ピッケルの耐久がなくなる。いいよ、いっぱいあるから、わざ鉄あげますよ、あれか。鉄ピノがいいのかな、これ。まあ、鉄ピノが早いけど。うん。コスパ的にどうなのかわかんないけど、ね、もったいないっちゃう。終わっちゃったー。オッケーす、オッケーす。渡せる？じゃあお願いしようかな、鳥ちゃんに。はい。申し訳ね。よし。いい、鉄。じゃあクミさんストップよ。あ、止まってた。クミさん、俺がボックスをすぐ来るから。本当だ。イゲの声みたいな。失速してるよ。さすが。そうなの。口パクパクしてるから。ゴーゴーゴー。スパチャありがとうございます。ありがとうございます。ゴーゴーゴー。バック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 しなくてもいいかも。俺のレーン、俺のラインだけかも。ナイスね。これあれじゃない？鳥ちゃんか、鳥ちゃんのところまっすぐ掘って掘れ潰せるから。ああ、行きます。危ねえ。どの辺？これって作れなくね？まだまだ。ピッケル。まだそこら辺。気をつけて、そこ用が出るよ。ブラックストーンです。うわ、ん、うわ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 。大丈夫じゃない？どこ？ああ、大丈夫。あれ来ないよ、それ。じゃあそこがちょうど、こうかな。あちゃみさん、あの、止まったかな？チェスト作る、あ、チェストね、作業台作れなきゃダメだ。あ、作業台、今。はい、どうぞ。あの感じ、溶岩源か。あ、すいません。あ、溶岩源引いたかも。マジっすか。なんか、たたたって今3ブロックぐらい置けたから、あの空間に。広めの。そうそうそう。いや、誰も犠牲になってないのがそろそろ来るような気がして。うん。怖いですよ。私だけ？今、ソーラさんだけだよ、犠牲になってんの。オッケー。すみません。飛んじゃって。いえいえ。いや、ちょっと回収。みんなちょうどそこで補給するから全然。あちゃみさんが今、通ったんで、後でお願いします。ちゃみね、俺が止めてるところでね、溶岩出るかもしれないけど、気をつけて。そこらぐらいの、うん、深さで。ってことは俺も気をつけてね。そうだね、みんな気をつけて。この先が怪しいな。あ、いるいるいる、バック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 。あ、早いよ、いいよ。いい2人。ちょっとごめん、ブロックがなかった。これやばいね。俺溶岩源だ、これ確実に。一気に来たな、つけが。ここだな。あちゃみさん。やばいやばいやばい。作業台をちょっとくれますか。あ、了解です。私なくなっちゃった。どうするな。おい、おい。うわ、マジかこれ。ありがとうございます。
どうやって行こう。絶対に曲がっちゃいけないんで、これ行かなきゃいけないですね。もう一個ずつ潰していくしかないですよね。この潰すしかない。出ては潰して、出ては潰して。ここでヤンガ3回ですか。とヤンガ3回、いいよ。返事します。いやー、うわ、うわ、うわ。今止めたつもりでいたけどダメか。いいんじゃない今一個、うん、一つずつ前には進んでる。下は大丈夫みたいだな。着実に行くしかないや。クミさんが吸っちゃった。ちなみに壊してくね、俺のここも。いいよ。いいよ。やん。ありがとうございます。はい。おらおらおら、失った気がする。今やった気がする。うまくない今。今止めた。今いいチーム。バーまだある。ここ溶岩源だ完全に。そこまで。あ、でも今止まった。止まった。やった？うん。止まってない。止まってない。止まってないの。どうだ。やんレルムズね。あー、その先なんだ。そう。うん、じゃあガチャそこ止めといて、私こっちこ、横あー、バスターさん、ごめん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 。そうだね、そこが怖いね。ここでね、ダメージ受けると溶岩って思っちゃうから。この、ここだよね、きっとね。うん、ここだよね。あ、そこまで、そこまで、そこまで、はい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 。バスターさん、バスターさん、バスターさん、なんで前で、なんで前でなんだよ。バッカ野郎、ネザーの溶岩甘く見るんじゃねえ。足が速いぞ、ネザーの溶岩は。あー、使ったー。耐えてるね。やばす、やばす。やばす、やばさわさん。誰？スケットダンスの登場人物。みさん、食べ物ある？いくらこう言いたい。いくらこう言いたい。にゃん、準備できたら飛ばしますので。うん、準備いいよ。いいの？この先やんね。にゃん、あのね、木と食料持ってきてもらえるとありがたい。木？うん。一、う、番、ん。じゃあ、ゆうさんのレッスンは一番こっちでいいですか？あ、あ、大丈夫。じゃあ、待って、ここが危ねえよな。この上、この上だよね。そうだね。ダメか、ダメか。あ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。あ、ダメだ。その上か。いや、ダメだ。ちょっと待って、したら、どこで止めたらいい？飛んだ、うん、止まった気がする、今俺。そこで止めて、この横。止まってねえな。あ、やばい、ごめん。あ、あらららら。これ、むずい。どうしようか。私じゃあさ、ここ上掘るから。俺が止める？いいよ。うん、行くよ、せーの。どこか落ちてる、上から。いやー、難しいな。あの、横だった、横だった。もっと横だったよね。うん、だからここもダメ、危ない。だから、この先、どうでしょう。ここ掘っちゃダメ。いいよ。ちょっと待って、ここ一回。あー、ごめん、ガチャ。危ない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 。危ない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 。あぶら！あぶら！ごめんね。あぶな、いや、いいけど。そこ掘る必要ないところ横に掘ったね、今。いや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 、ワンチャンあるかなと思ってさ。いや、ワンチャン俺が死ぬところだった、今。まあね、誰かを犠牲にしてね、やらないとね。でも多分俺のラインは今潰せてないんだ。いや、地ではなく。じゃあどここれ？今ここ掘ったんだっけ？その横じゃないですか？だから横二人で、うん、とりあえず横、この右からはね、出てないの、溶岩。こう斜めになってはいられる。あー、そこまずいね。俺に任せろ。これはもう広い溶岩源ですね。ついに出たね、溶岩源。溶岩くんだ。くんありがとう。組んでくれてありがとう。ロマン組んだよ。これでこっち潰れた。これちょっとこうしてとこ。ちなみに、ちなみに。これでどうだ。この砂利もいらない。ほら、ちょっと進んだ。俺がヨガン君だからね。そういうこと。あ、でも上が危ないんだ。これで大丈夫でしょ。お、危ない危ない。バック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 バでも頑張れば上塞げますよ。上塞げそうだね。ここ、壊してくんの。あ、こっちもだ。正面、ここ正面。こんがり死んでる。焼けましたー。この2レーンもう、溶岩ですな。いや、でも絶対曲げることは許されないから。溶岩くんだ、溶岩くんだ。何、溶岩くん意味あるかな。いや、溶岩源が1個減るから、きっと。そういうことね。ワトさん飛ばしても大丈夫？オッケー。じゃあすいません、ちょっとリスナーさん、TP 使わせていただきます。ちょっと。尺の都合上カットできないので、あ、すいません。それ先取って、ジャミン。
取ったら言って。これかい？うん。うん。これみんなあちゃみさんの、ね。ああすいません。どうもあとさん。こんばんやん。こんばんやん。こんばんやん。何が欲しいんだ？言ってみろ。食べ物と。ワトさんの命。バカ言え。ちょっと待って、あのテスト作っていい？ねえよ、どうぞ作って。ちょっとそっちに行かないようにこうやっとくわ。ここが安全ラインにしとけばね。それ、退路塞いでますよ。退路塞いでるな、確かに。自分の退路も塞いでますよ。俺こっちにこうやって逃げる。あ、ここがダメなんだね。大丈夫ですか？大丈夫なんだ。結構ギリだな、俺今。俺がもうガーって奥まで行って、なんか。これどれが正解？これちょうど点そこなんだね、ここが。この上がもう、はい、この上が溶岩湖ですね。うん、溶岩湖になって防げないかな、ここ一マス。ちょっと俺多分燃えてもちょっと大丈夫なんで。じゃあ壊すよ、ここ壊すよ、これ壊すよ、はい、入れたよ、せーの、ほい。あ、上は大丈夫なんだ、これ。そういうことなんだ、奥だ。奥あ、奥ってことは来てる来てる、燃える燃える。じゃあ潰しながら行かなきゃいけない。奥ってことはバス店さんのラインまっすぐやればいいのかな。行けますかね、行けますかと思うけど。あ、難しいなこれ。あ、ナイス、作ってくれると線作りやすい。くるみさん、スパチャ、いや、いっぱいありがとうございます。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 うわっ、バスでバク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 あの、ちょっと、トーラさんの横チェンジしてもらっていいですか？ AIW が来すぎる。あぶねえ。これ何？よ、奥？ここは？奥臭いね。あ、そこなんだ。もう上全部溶岩やない。垂れてきよるしね、溶岩。こうでしょ？こうで、これやって、その奥なんだよな。これもう一個前出たいんだよな。届かないな、ギリギリ。あ、ごめん。おお。余計なことした。むず。早く先進みたいな。やんてんわ。え？これ列決まってんの、ワクさん。あ、そうなん。決まってない。あ、バックバックバック。危ないよ、危ないよ。大丈夫だよ。これ厄介。やるしかねえ。耐火ポーション使っちゃダメなの。耐火ポーションはあるけど持ってきてない。できないのか。うん、そうか。俺んところもだし。あ、これ上潰せる。今です。もう空間だもんこれ。あ、横行きます。うまい。ナイス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 。ここ今あれなんじゃない。マジか。まあ。もう行けんくないこれ。もうだ。結局ダメだ。ねえ。そこの真ん中のルートももう溶岩湖の一部だから。この行くか。半分からこっちがもう溶岩が。もう溶岩湖の底なんだこれ。うん。下水持ってくればよかったね。一個下行く？一個下行く？無難だけどね。うん。下行こう。負けたことになるけど、まあしょうがない。ちょっとここ以上停滞してたしょうがない。なんだって100以上のネザライトがいるからな。めっちゃいるのよな。じゃあ一個下げるか。こう行くか。うん。大丈夫かな。曲がってはないからね。みんなこの木と食料持ってきてよ。 ありがとうございます、うん、木と食料補充してね。いや、ついにぶつかったか。今までよくぶつかんなかったと言うべき。進めるかな。これ全然進められないな。あー、こっちも来るわ。これダメ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 。やべやべ、バク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 大丈夫バクバク大丈夫。そうか、ここがダメなのか。どうするか、うん、隣に。あー、ダメだ、ごめんね。よし、進んでいく。ちょっとずつ進んでいく。よしよしよし。あ、俺抜けたかも。あ、抜けてない。お、抜けたかな。地下ルート抜けた抜けた。俺抜けた。俺も地下ルート行けたかもしれん。これこっちちょっと掘ってる。あー、オーマイガー。とりちゃん、危ない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 。助けてあ大丈夫。あ、ダメか、ダメか、ダメか。わわ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 わ。お前全然食らわないんだ。俺大丈夫だ、多分。あ、そうか、多分大丈夫。いや、厳しいな。じゃあまあこれちょっと
いやー迂回する。いやでも絶対にまず先駆け男塾やりたかったんだよな。下に行きましょう。せめて曲がってはないから。そっか、じゃあ真下に、下の下ぐらい、俺どこに潰せないかな。もうちょっとで潰せそうな気がする。なんかそう、そうなんだよ。なんか惜しいからちょっとなんか諦めきれないところもあったりするんだよね。じゃあ行こう。潰れたかなこれで。いや下に行く分には曲がってないから大丈夫だよ。オッケー、はい、うん、じゃあ解釈でここから鳥ちゃんのいる高さに合わせますか。うん、重い。どこになるんだ。ちょっと戻したいですよね。でもこの抜けたら、うん、抜けたら戻しましょう。それは、うん、ここの高さね。ここだそうです。で、これもう一列増やしていいんですよね。わさん、ここ右、一番右。俺、ちょっと待って。あー、バックバック、鳥ちゃん気をつけて。バステンさん、燃える燃える。そこ、おぶん、いい反射神経。あー、くそー。あ、ソーラさんのところが迂回できないんだ。横から行けないかなと思ったけど、やっぱ無理ですわ。遠い。苦しいな。高さ合わせよう。この高さね。よいしょ、ここで鳥ちゃんの高さとこの高さ。あ、なんか用があるよ。ん、大丈夫じゃない。バステンさん、下掘るよ。はい、この高さで掘ってください。はい、了解。え、あ、危ない危ないかも。誰も大丈夫。おお、危ない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 。横幅広げるのは大丈夫。ちょっと後になる。それは縦軸だけ、縦軸だけ。一番下の高さでいいんですか。そうね、そうね、そうそうそう。組は組ゴー。すごい怖いなぁ。うわっ、違った。あちゃみさんの頭だった。あ私の頭って、確かに溶岩だけど、確かに溶岩だけど。そんな似てたかい。いける？もう迂回できた？もうできたんじゃないですか。マグマ垂れてきてないし。じゃあ皆さんストップで、とりあえず今一番奥まで掘った人に合わせるか。誰だ？上上げますか。上、うん、誰か一番ここ溶岩で火つけるよ。溶岩で、うん、じゃあそこだね。ワートさんの階段に合わせましょう。あ、いいよ。なんかあれが砂が落ちてきた。ここね、ここで上げる感じ。こっから上がるの。うん、逃げるな、前へ行け。でもこれ上掘るのすごい怖いですね。大丈夫ね、だって階段だから流れてくるからね、砂が。これ真上掘る。降ってくるよ。気をつけてよ、階段だから溶岩来るよ。どこまで上げるかだよね。あっ、わー、これ違うか。これ違うね。違う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 。ここで上げていいのか。来たよ、ここ。上がったよ。ここね、上が砂やけん結構空洞になってる。上が、ちょっと待ってね、わさ、元に戻すのがわからん。わさん、多分ね、それ上行き過ぎなんだな。1、2、3、3上がればいい。ここから3上がればいい、下から。1、2、3、これだね。もう一個上、うん、バステンさんの高さがそう。うん、ここ。ここが正解。高さ。はい。水高さね。めちゃ怖いから、ね。頑張って頑張って。でもかっこいいよ、背中。みんなの背中。何その褒め方。え、仕事の数は大丈夫ですか。あ、列の数は、うん、後で調整する。シャミンが一個上掘ってください。ここだよね、ここね。よいしょ。そう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 。火つけまーす。はいよ。はいはいはい。安定した？うん。オッケー。しましたね、だいぶ。安定したら。ことがあったからか、クミさんがすごい慎重になっている。確かに。溶岩が垂れてます。危ないな。安定したら俺一番左に入るね。はい。あ、クミさんとこ溶岩。あ、足元。クミあれだね。下に溶岩出るね。ほい。よしよしよし。びっくりした。なになになに、俺ここ掘るから。はい。あ、出てないか。あー。びっくりした。びっくりしないでよ。おさん、横一列にこう行くから、ワートさん。あ、そう。ちょっと、周りのペースに。ちょっとお待ちください。あ、多分ね、ワートさんが先行っちゃうと、隣の人が出した時に、ワートさんが溶岩に囲まれて死ぬ可能性があるから、うん、横一列で行った方が安全。よしよしよし、明るくしました。はい、なった。横一列になった、うん、もうちょいか。もうちょいっす。もうちょいだね。ここ誰だ。
あ、バステンさんか。あ、後ろにいたのか。ピッケル作ってました。了解了解。俺も作っとこう。ワトさんある？ピッケル。ない。鉄いります？大丈夫ですか？鉄欲しい。いいよ。よいしょ。ありがとう。あ、ごめん、そろそろごめん、上から抜けた。ひっ、ワトさん、一応、こっちに。危な。なに、おう、おうって。はい、ピッケル3つ置いといて。よ、頑張ろう。ありがとう。ああ、これ危ない。あ、危なくないか。1か。1だったらもう、うん、上からここだ。うまい。ナイス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 。お見事お見事。どうだっけ俺のやつ。よし、これか。一列になったか。なったんじゃないでしょうか。よし、行くぞ赤髪な皆さん、うん、あれ硬いんだよね。あれ、あ、気のせいか。なんで、怖い、やめて。明るくします。おい、確かに急に明るくなると怖くなるな。ワトさん探してるやつのテクスチャーわかりますよ、古代のやつ。テクスチャー入ってない。ああ、わかるわかるわかる。あ、よかった。渦巻いてるやつ。バックバックバック。いや、ワトさん、バック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 。ワトさん、大丈夫か？飯あるか？飯。ワトさん、そこ、巻き散らして燃えちゃうかもしれないから、一回下がっといた方がいいかもしれない、それの時は。回復しながら。大丈夫、全然減ってない。あ、そう。あ、そう。うん。オッケー。やる。で、原因はまだ、原因究明できてないよ、俺。俺んとこやな。やんか。ここ。その横だと思う。ここやね。ああ。それ出てくるんじゃない？また。うん。大丈夫。出てくる。塞がってないやつ。出てくるよね、それ。うん。そこで右に置くやつ。一個上抜く？右やね。その土壊せば出てくるんだよね。土壊せば。うん。あ、こっちか。うん、そっちそっち。え、でもないよ。あ、じゃあない。じゃあ大丈夫だ。オッケー、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 オッケー。ふう。あとすぐ出てきそうな、ないか。あ、多分ずれてんな。あれ？バステンさんずれてるよ。ずれてる。あ、すげえ。ソルさんが一番端じゃなくなったの、俺が入ったから。あ、そっか、そっち行ったんすね。そう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 。絵代わり的に。あれ？クミさんがずれてね。クミが真ん中ね。どこかわからなくなっちゃった。7人だから、多分クミが真ん中になるはず。ど真ん中だ、クミさんが。でも最近出ないね、ネザライト。そんな簡単で出ない、ね、いや、もうでも7個くらい出ました。もう出そうな。うん、今3つ帰ってて5だから今8出てる。8か。あと100何十個見ると、うん、そう、その、この間のバック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 、いいよいいよいいよって言っても俺しか声かけしてないんだよな、みんな。でかーしか言わない。しっかり。これは上、また出た。俺んとことね、クミさんのところとで2箇所同時に出てきて、多分これ溶岩湖だと思う。また正面が。またうん。また下がる？真正面から来てるんで。あ、でもここが1個あるのか。これでちょっとクミさん、その1個上ちょっと抜いてみてもらっていいですか、あの安全装置。あ、やっぱり。わあ、やばいやばい。あ、この上だ。そういうことか。うん。おお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 お二人一組で行くべきじゃない。誰かここ壊して俺パッて埋めるから。はい、行きまーす。どこ？ここ。これね、行くよ。いいよ。せーの。ほい、ほい。あー、間に合わんかったかも、今。置いたかな？置いてねえか、止まってねえな。もう一回。もう一回行く？一回止めないといけないね、それね。しないと、うん。俺が行こうか。やってやって。いいでしょう。近づけないね。おい、おい。はい。これが無理やり捨て身で行くよ。一人で行く？お、行けます行けます多分。頑張って。頑張る。何マス空いてるかなんですよね。よいしょ。大丈夫？あっ、ちゃんと見てたら俺もやめよう。ああ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 多分埋まりましたよ、でも。
埋まったのはナイスだけど、そうです。残骸は残骸無事です、無事です。よかった俺、あれ、まあ、これ奥からドボドボ出てきよるやん、ね、いいのはね、これ、だまりかもしれない。うわー、危ない。私ともちゃん剣は、ともちゃん剣は燃えないんじゃないですか、あれ。あれ、でも燃えるか、ともちゃん剣だから、うん、あ、ありますあります、あります、あります。よかった、やっぱ神化したら大丈夫なんだ。ともちゃんに神化しだから大丈夫だ。神化したんだ。あぶねー、ぴょん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 。これさっき行けんくない遠い。あー、またちょっと下掘る。そうか、ね、あ、それか俺の方から行く。こっち行けそうやない、ダメかな、行って広げる、まだ試し、あー、1個掘って、行って広げる、横に。ちょっとここ俺、なんとか下がってて、ね、ここで一人増えた。まだか。これやば。ここ掘ってまずいやつ。あ、いいっすよ、俺は別に大丈夫です。いいよ、掘ってっていいよ。俺は別に大丈夫です。あー、大丈夫だ。早くしないとね、したらここ、あ、潰せる。ネザライトが5分で消える。あ、上はいけんじゃん。上ダメかな。めっちゃ掘ってる、これみんな。あ、どうや、上だ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 。うまいこと回収してくんないっすか。消えないよね、誰か。上だ。回収できれば。回収しちゃいますよ。うん、回収しちゃっていい。すげえこれ。今歩いてるんすか、下。今下ずーっと歩いてる。うん、チェストに。チェストつけて入れときます。壊れ、だからそれやると合理的に、あ、そういうことか。下掘ったのか。また俺塞ぎられたのかと思った。さっきのあの迂回するこ、ね、とね。縦に。今また高さ戻した。あー、みんな見えた。え、3分くらい歩いたかな俺今。プロやね。めっちゃ掘ったねこれ。ヨッピーさんうまいね。うとうとすんな。いや、あ、やめか。牛かなと思って。いや、トモさん。お、潰れた。すごい。これね、一マス下に掘ったらね、ここで止まるんですよ。あ、俺これ持ってね。これがプロ。こっち左は、左。左は、頑張ってください。自分の霊は自分で。そういうことね。と、なんかこの、上掘るとこの下一マス掘っとくと流れ出ないから。ほら、やっぱこの、まだこの左二マス出てくるよ。あっ、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 熱海さん、こっちは脱出先まで安全だ。燃えておる。いや、これどうしようかな、正面だな。あ、ちゃい、もっと燃える、もっと燃える、下がって、下がって、もっと燃える、下がって、下がって、下がって。これどうしよう。これはでも簡単じゃない、これでいいんじゃないの。うん、だいぶ減らしましたよ、今、溶岩源は。減った、うん、こっちから横から見るとか。うん、減った。あ、横、あ、あった、溶岩源あったよ。潰してくれ。潰した。ナイスでーす。もう大丈夫？油断す。あ、でも上から垂れてるよ。うわ、ごめん、やばい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 、すごいのがある。すごいのある、了解？危ない。すごいのあるわ、そっちの怖い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 、チャミンとワトさんの方かな。右？うん、右。マジか、今作戦？右のが左に来てるもん、これ。これ左にないんだよ、右に塊があんの。下作戦？中富の塊？中富の鎌足かも。上から行く作戦。あ、ごめん、ガチャ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。俺の列大丈夫だな。じゃあこっちか。ここも大丈夫。あ、おお、やばい、やばい、やばい、やべえな、これやべえかも。ああ。下がるか。パタパタ落ちてる。おっとっと。あ、でも、バーステンさん、それ頭いいね。わあ、でもこれ、トモさん、上がってみた方がいいっすよ、これ。右前に、多分よ広い溶岩湖が広がってるから。潰す量が結構多いと思う、これ。これでだいぶ下がる。下掘る作戦します。うん。オッケー。あの、溶岩だまりをそこに作ります。7連分回避できればいいけど。あ、でもユッピーさん、うん、そこまで掘れてるんだ。あ、もういいかも。これ今、潰してます。あ、溶岩湖上から見れてよ。あ、こっちも潰したとりじゃん、左側。よく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 あ、マジか、上にもあんのか、これ。まあでもここはほら一段上げてるから最悪無視してもいけないですか。あ、そっかそっかそっか、うん、今なんか5ブロックぐらい上からなら、あ、僕、あ、いた、俺もいた、いっぱい今。ってことはここ足場がもうなくていいから、あー、どちら先にあんな、潰し、こうしてこうして、いや、下1マス作戦めっちゃいい。わーおー、わーお、あぶねえ、これどっから来てんだ。下もこれは怖い。
ップしてほしい。ナイス。やべ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 。逃げ逃げて逃げて。ヨッピーさんが。はい。止めた。カイロを立たれた。今止まったんじゃねえかな。これきついな。止まった止まった止まった。こっち止まった。できる？あ、行く行きます。あ、じゃあこれこれいけるか。横から行ってもいいやつだ。ダメだダメだ。横から行く？いるかな。ポタポタ垂れてる。ここは大丈夫なんだよね。この上？この3つのどれかってこと？これ抜いといて、ヨピさん作戦で溶岩出てもいいようにして。ああ、そういうことね。で、これめっちゃいいわ。今思いついた。ああ、なるほどなるほど。広がらないよ。冷静に対処できるね。ここは？止めた止めた。ここもか？こうか。はい、止めた止めた。ナイスナイスナイス。ああ、なるほどね。あ、抜けたわ俺。抜けた？そこ広げよう、そっから。その先は俺止めといてやっといちゃん。あ、ナイスですナイス。左から迂回できた。あ、じゃあいけるいける、続き続き。うん、左右いける。左右広げれる？いいよ。あ、抜けた。抜けた抜けた。誰がさあ？うん。ん？着火剤が欲しい。なんだっけ、あれ、火打ち石。フリント。フリント&ストーン作れる人いない。あ、今渡します。作りましょうか。あ、作ってます、作ってます。大丈夫。ありがとう。どこにいるの？ここだよ。あ、オッケー。ありがとう、ありがとう、ありがとう。よしよしよし。うん。さあ続きいくか。いややっぱ。だ俺のとこ無理なんよねここ。え？あマジ？横から切る？そこ。うんうん無理。壊すよ。ちょみんな離れててよ。壊すよここ。うん。いけんな。まだそこ。ああ本当だ。こうやって貯めといて。上からポタポタ降りてて怖い。それはこっちは来ない。なるほど。あ、それね、一応せき止めで今作ってた。あ、わざとか。わざと。保険です。これあれだな。すごいやろ。さっきから横合理したら広げた方がよくない？これだね。だけど、そこか。そこから合流したらいいじゃん。熱っ。ダメか。ちょっと飯くれ。今、ここだ。ケツここだ、溶岩湖の。今、ケツは止めた。ありがとう。ナイス。これは厄介。ないところ。あ、死ぬかもこれ。ゴールしたい。あ、大丈夫だ。セーフ。そこセーフ。掘ったらまずいんでしたっけ？ん？ここ掘ったらまずいんでしたっけ？このすぐ前の。これ大丈夫だと思う。あ、ごめん。これごめんごめん。これ大丈夫。これ大丈夫。これも大丈夫。これ大丈夫とか言ってヨッピーさん。マインスイーパーやってるみたいな。あ、アウト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 。大丈夫、広がんない広がんない。ナイス。で、こうやって置けばいいのね。あれ？あ、空間なんだ。コースね。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。アウト、アウト、アウト。あ、そういうことか、分かった。じゃあここの2箇所だ。そこ、いける？こうやってれば止まるよね。ですね、で、こっち側からとこっち側から行けばいいんだ。お、びっくりした。ナイスナイスナイス。オッケーオッケーオッケー。びっくりしたね。怖いよね、確かにこれ。よし、行ったんじゃない？よし、よしよしよし、勝ったぞ、よかった、勝った、絶対に曲がらないから、俺たちは。なるほどね、怖いね。ちょっと、一回戻って、さっきのやつ潰してくるか。いや、もう、さっき進んだんだな。完全勝利しよう、もう。さっき進んだ。あー、バック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 。ライン作って、ライン作って。大丈夫、みんな大丈夫。ごめん、誰かご飯ちょうだい。ご飯あげる。はい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 。大丈夫、あ、ご飯。ありがとう、ありがとう。あ、もう死ぬかもしれない。あー、チャレンジ死んだ。2かこれ、溶岩源は。いや、3以上ありますね。あは。いやー、きつ。でかいな。呼んだ方がいいのでは。そうね、あちゃみさん呼ぶわ。だいぶ遠いです。お願いします。これ。みさんのまだ誰も拾ってないから大丈夫。うん、そう、後ろな、右後ろ、右後ろ。上は下位だけど、うん、右後ろにアイテムがあるよ。あれ、みんなが映ってない。あれ、一回だ、あの、抜けて入れば大丈夫か。うん、それで多分見る。ライン上げて。あ、ナイスナイスナイス。これは大変だな。どこまで広がってるか見た方がいいか。あ、そうだね。はい、見ました。はい。いやー、ラインコントロールしてたからな、俺は。スイーパー、ストッパー。俺スイーパー、あ？スイーパーやった。スタッパーやってた。これもともとあれですね、同じ溶岩源じゃないですか？溶岩源だった。ですよね。広いなー、これは。これ、
溶岩潰すだけで結構時間持ってかれる。いやーきついねこれね。ただ曲がっちゃいけないからね。なるほどね。曲がってはいけない。曲がったことが大嫌い。はあ。なんで知ってんの？ギリ知ってますね。鳥ちゃんの世代じゃないぞそれ。ネプチューン。鳥ちゃんの世代じゃないこれ。嘘。曲がったことが大嫌い。ハーラード泰造ですわ。鳥ちゃんの世代じゃなくない。ギリ知ってますよ。まあそうなんだ。うん。葉っぱ隊とかで。鳥ちゃんの世代じゃないだろ葉っぱ隊は。葉っぱ隊小学校の頃。あーそう。あーごめん、ワトさん逃げて。大丈夫大丈夫。下掘ってた。大丈夫だ。下掘るの大事だね。下掘るの大事ですね。やば。まあ、下から漏れて消える場合は どうしたらいいと。ダメか。あれダメ。諦めんなよ。これは埋める。これ今奥なんか。すごいこれもう掘っても掘っても出てくる。やば。ね、ちょっと手に入れて、いっぱい資材手に入れて。あ遠い。ゴールが遠い。埋まった。この下ひとまとこって掘れてんのかなこれ、うん、ここだとしたらここにちょっとごめんなさい溢れたら。溢れたら申し訳ない。溢れてるヨッピーさんの思いが。あ、大丈夫だった。まあでもこの先もだもん。あ、でもあ、しゃべくりでもまだやってるんだってさ。へ、あ、ダメか、ごめんなさい。ごめんうわごめん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 。ジェルさん、今度食べ物は？それあれだわ。1個だけ。俺のところまで続いてるわ。1個だけ。じゃこれあげる。あ、ザス、ザス。いいよ。ソルさんさ、ありがとうございます。これとこことここ掘ったら多分漏れないわ。こうやってやれば冷静に見れるから、これで潰れたんじゃないかな。あ、減ってきた減ってきた。うん、潰した。今潰した。あ、まだそこあんな。いや、これは俺がなんとかします。大丈夫です。いった。ナイス。もうないんじゃない？あ、置けてるブロック。多分これでなんか何箇所か上がってるかも。勝った。あとちょっと。減ったね。本当？俺これ近づけるかも。あ、近づけない。ごめん。こうして、その奥だね。今埋めたところもう一回開けていいよ。上は潰したと思う。いや、ここが多分塞がってる。潰れた。あー、また次の溶岩。潰した。それ潰した。ナイス。あ、ここまだいるか。ここ一回潰すか。いや、そ下からキヨちゃんね。キヨちゃん、了解。うん。埋めた。潰れた。うわ、マジ、ね、今度そっち。ワトさんちの方じゃないの。ワトさんの方がやばいね、これ。福岡方面やばいね。うん、福岡方面ちょっと今やばい。溶岩注意報出てるわ。やっかねえな。やばいな。これ下。こうだな。あ、でももうちょいで開通しますけど。あとこれ、俺の正面のこれがそう、付箋になってる。これ。下掘りましょう。下掘って、入れて、ここかな。これか。え？どこ？あ、下いた。来た？あ、いや、わざこ、あ、そう、下危ない、わざ下にないでね。これが多分溶岩だから。うん、そうそう。オッケー、行ったね、今ね。行ってないね。おっと、なんで？上、その上の閉じる。あ、今多分封じたこれ。あ、これ今。あ、封じてない。待って。今封じた。ナイス封じ。いったんじゃない？いった、勝った。あ、危ない。バック。いや、違うのよ。別にね、自分でせき止めてたらそれは成り立つんだけど、ただ溺れてるだけで、せき止めました。全然後ろに流れてたけど。身を割って、ちょっとはせき止めて。そっか、ありがとう、助かった。よし、行くか。よし、行こうぜ。いやこれですぐ出てきて、出るよ。いやー、出る。いや、それはね、それはそっちで対処できるでしょ。はい、そう、うまい、いいよ。いける。なんやるね、もうすぐ。まだ足りないんだから。足りないから、出していっぱい。あと何個必要なの？あと何個？100以上は欲しい。いやー、無理でしょー。頑張って。みんなのネザライトっぽく意識も作れるぐらい、取ろう。そうだね、取りたいね、もう。そうすれば燃えないから、みんな。そうだね。いいよ。おい。出た、ソウロさん出した。ナイス。あ、バスティンさんも出した。3つ。3個。おい、諦めなきゃいいことあんだな、これ。いただきます。1、2、
3個。ナイス。ありがとう。出た。いいチームワークだよ。びっくりした。気をつけて。近くで明るくなるとき。あ、俺がね。俺のせいね。ちょっと掘ってちょっかい出そうかね。真横に掘ってちょっかいを出す。ヨガン突破したかな。ヨガン突破したよ。ね。うん。諦めなきゃいいことあんのよ。しばらくないんじゃない？ただね、そう言ってる時が一番ね怖いですよ。コージーマオシって言うでしょ。油断するとね。そう。クミさんが死ぬ未来が見えるなんか。やばい。ああ、出てるか？出たか？出たか？バック、クミヤ！ああ、もうだ。クミヤ、バック。ヨガンでしたのよ。復帰中。もうちょっとだったのに。すげえ未来落ちじゃん今。やばい。なんだか嫌な予感がする。危な。フォース使ってんじゃない？使っちゃったなこれ。あっぶな。いや、なんか俺がもっと言えばよかった。未来人か。すいません、まず TP 使わせていただきます、リスナーさん。許して。はい。組長燃えないようになってるぞ。大丈夫？こっちの列にもあるからね。左にまっすぐ行って、そう。V06 さん1万円スパチャありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すき焼き美味しかったです。俺も食べてない。そうだね、みんなからいただいた。いや食べた、美味しかった。僕もすき焼き食べた。あさみも食べた。うまかったな。ソルさんも食べたしな。美味しかったなんて。あと俺とクミさんだけすき焼き。まだ、うん、クミさんとワトさんが食べてない。ヤンは今週末いただく予定。あ、いいね。ヤン、いや、俺も何も言わん。起きちゃうから。うん、サイドエフェクトはことが起きてしまう。誰かさ、石ピッケルの材料放り投げてくんない俺に。いいっすよ。あ、間違えた。これ、俺、俺いや、止める。バック。あったあったあった。なんで、はいで燃えに行くかね。ありがとう。あちゃみさんの方から出てきとるな、これ。そうだね。うん。位置的にね。なんか処理できるか。何やる？タモさん石64個だ。石はねありそう。あ、ありがとう、もらいます。掘ったとりあえず。そこの横か、これから出てくる。これだよね。あ、なくなった。なくなったか。作ろ。ないね。ないね。あれ一個だけ？かもしれん。まあそういう楽ちんなバージョンの時もあるかもね。なるほどね。大丈夫？久美さん遅れてるよ。クミさん、行こう。もうビビってしまった。クミさんが死ぬ未来が見える。みんなで言うなって。俺のサイドエフェクトがそう言ってる。言うわ、チンさん。あ、え、あ、ソルサンド出てきたわ。あ、びっくりした。びっくりした。いや、俺もびっくりした。でも違うテクスチャーだとびっくりしますよね。そうだね。これもらっとこう。いいわ。ここ早くなるから、ここだけ。ソウルスピードが入るの？ソウルスピードが入る、ここだけ。もやもやしてないよ。あ、嘘。やって。あ、いかん。一人止めた。いかんって言うんだね。なんか、その時、性格出るよね。俺、バーク、みんなバークもそれって言うけど、ワツさんの場合、いかんなんだね。あかんといかんは何が違うの、あつさん。え、あかんとか言わんよ、俺は。じゃあほら、なんか、そこはクビさん。クビさんはあかんって言うの。あ、言うんだ。あかんって言うの。これあかんって。聞いてみたいね。あつさん、バク。ん？あ、ごめん。そうね。もしかしたら、かもしれんか。あかんって言うの。あかん。へぇ、そうやって言うんだ。これ、もうあかんで。これ、しっから掘ったらあるとかない？大丈夫だ。多分大丈夫だ。明るくする。そこら辺で出てきたもんね。うん、大丈夫。気をつけて。怪しいね。大丈夫。いいじゃん。ソウルサンド。ソウルサンド俺の道に引いとこう。スピード出てる。それ早く帰れるんじゃない？自分だけ。早く帰れる、ちょっとだけ。あ、そうなん。あ、ブーショーショーショー、待って、ソウルサンド、前行って、ソウルサンド、前行って。ごめん。どう言っていいか。なんでチャミ燃えるんだ。止めようとして。
難しいな、あれ左に来たらソウルさんバックだったら前だったらかったんだごめん、前だったより前行った方がいいと思う、横から来た場合は、ね、うん、ソウルさん前前前が間に合わなかったな、俺申し訳ない。そしてソウルさん、残念なお知らせ、燃えた？装備がまたほとんど消えました。申し訳ねえ、ソーラー。ね、今、石と、あ、ちょっと食べ物持ってくね。いいよ。言った方がよかったか、ソーラさんが死に気味が見える。言った方がよかったね。そうすれば俺、ゆっくり掘ったかもしんない。そこで燃やすな、クミ。もう俺、溶岩止めたから。ゴミ箱にしないで。ごめん、ソーラさん、準備完了して。クミ、あ、ソーラさん、木とね、石ピは残ってるわ、ここに、1個だけ。そんな影に隠れてるとこだ、うん、ここにソーラさんの残骸が。いや、そうだ、俺がバックバックバックって言ったからソーラ戻ってきたよな。ちょっと失敗した。戻ってきてど真ん中に入る。そう、ど真ん中に入って申し訳ないことしたな。バックピンでホーリーマンみたいな感じでしょ。これあれじゃない、あの時間差で掘ってった方がいいんじゃない、みんな。いや、まあそうなんだけど、やっぱり危険は犯していきたい。あー、そうか。そうそうそこだね。そらさん、飛ばすよ。いいよ、お願いします。ババワン、ね、めっちゃ早いやん。結構それ来とるけん、ね、ほんと早いね。うん、ブーツほとんどあの、ね、食料品がなかったですね。あ、なるほど。退出した。あ、今あの皆さんが見えなかったんです。あ、そういうことね。はい、はい、戻りました。食料品今送られてるわ、はい、取った。 ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よし、じゃあ続きいきますか。やるか、やるか。行くぞ。ソウルさん、これ取ってね。あ、ソウルサンドなくなっちゃった。よし、最高。待ってね、そろそろ出したいな。作ります。今ソウルさんの生贄を出したから出てほしい。匂いが必要な。行った直後に出た。ソーラの残骸。クミさんが引いた。あ、ほんとソーラの残骸出た。ソーラの残骸。俺のターンやね。うん、ナイス。取った。じゃあクミ俺にクレイ。あ、今生贄って言わないで。出た。今出ましたよ。ソーラの残骸出た。これこれこれ、ソーラ違うね。データ出た。すごいすごい、まあね、やったね。うん、これこれ手に入りました。え、結構出てる。これで今10個ですね。で、あっちに3あるから13かな。いいね。出てる出てる。前バラバラにやった時より出てるんじゃないですか、これ。この方法が正解なんじゃない。あとね、楽しい。飽きない、こっちの方が。確かに。精神的に。みんながいた方が。溶岩潰しがね。うん。私そうだね。心も折れないし、みんながいると。うん。エンロスとしても、一人の時ほど悲しくない。確かに。あ、ワトさん、ちょっと待った方がいいかも。Okay. ナイスストップ、いいよ。ブラックストーンの層でちょっと時間かかった。いい声かけ。あと、ソラさん、あとね、50個以上は欲しいから、あと50回ぐらい死んでくんないと。寝ざらいともう飽きますよ、多分そろそろ。そっか、もう飽き足らず。落ちたね。俺も引きたいな、出らんかな。ね、引きたいよね。ワトさんが死ぬ未来が見える。やーめて。死ねば出るんじゃん、ワトさんが死ねば。やべえ、そうなったら私も巻き添え食らえそうじゃん。逃げが必要ね。隣のレーンだと来る、うん。どうしても逃げが必要みたいな。逃げが必要だね。逃げ。いいですか。出た。え、ツー。おお、ツー。本当だ。おいおいおい、めっちゃ出るじゃん、これ。すごくないそれ。もうてか、俺ばっかり出てるね、なぜか。ね。なんの？最初右に出てる。何かが起きる。そういうことか。なんの？やばい。これは最後の晩餐で、今からハンバーグ食べないと今日は。何かの口実見つけたいだけなの。これはハンバーグですよ。終盤でまさかのガッチャンが。天の巣。今日ね、いつも A っていうスーパーにハンバーグ弁当買いに行ってて美味しくなかったんだけど、 B っていうスーパーに買いに行ったらめちゃくちゃうまかったっていう話、興味ある、あんまりない。まああったとしても今ので全部話したから広がりはないんだけど。もう出たよね。全部言った。全部言った。全部言ったから出し切りました。
疲れ様です。なんかそろそろ怪しいね。あ、やばい、ポタポタ焼き。ポタポタ焼き。あ、ポタポタ焼き気をつけて。来ましたよ。ポタポタ焼き気をつけて。一つずつの包み紙の裏におばあちゃんの豆知識書いてあるから気をつけて。あれ見るの面白いんだけど。ね、あれ読むの楽しい。うん。クミさん早いよ、クミさん、クミさん、お前取り残されんぞ、クミ、それ妖怪。ほら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 気をつけて、気をつけて。出らんかな、俺も。でもあれだな、ガストの声が聞こえるから空間なのかな。上がるんだね、溶岩光の可能性もありますね。キンキンキン。あ、すごい、皆さんスパチャありがとうございます。ハンバーグ弁当代6100円、10個買えるぜ。ハンバーグ、ハンバーグ師匠、チカ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 。いや、それホテルの一室のやつ。頑張れ頑張れ。あと18分。ブラックストーンだった。一瞬なんかテクスチャー変わると期待しちゃいますね。確かに。なんかでもブラックストーンの近くに意外となんか出ること多い気もするんですよ。欲しいな。なんか溶岩足りなくない？確かに、なんかちょっとおとなしい。なんかこれはこれで面白くないんだよ。なんか求めんでいいってそれ。あー、バク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 バスティンさんは前、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 バスティンさん、バスティンさん、バスティンさん、だーごめん、ラストするやない、ごめん、バスティンさん。ネザライトの僕は燃えてない、大丈夫、剣も大丈夫、申し訳ねえ、剣も大丈夫か。そうか、今耐えてくれてる間に溶岩だけ外してあげれば燃えなかったのが。てかさ、マジでリクエストすると、あれじゃん、ファストフード並みに早いじゃん。うん、あ、でも、ピッケルがなんか奇跡的に助かってません、ね、この上に乗っかって。マジ？ダイヤピッケル？ダイヤピッケルが。ほんとだ。回避してた。意外と。ほんとだ、ファーステンさんの好きな、好きなあれは残ってる。うん、ちゃんと。それ、トモさんに復讐しようと思って持ってきた。やば、犯人はどこだ。お互い様だからしょうがないのよ。お互い様だから。まあ、悪って言っちゃいますよね。でも飯が全部消えた。あ、飯あげる。あ、飯あげる。飯は俺が補填します。ポテト30あったのに。ありがとう。増えたね、逆に増えたんじゃない。鮭もあげる。31になった。鮭も来た、ソロさんの鮭。鮭もありがとうございます。鮭でーす。鮭。なんなのあの人はずっとあそこから動かないね。どういう気持ちで見てんの。俺はすぐ追いつくんですから。久美さんは戻ること知らない女なんで。そういうことか。あ、そうなの。じゃあこれマジで戻るのとあれ難しいよな、行くのと戻るの。うん。でも俺的確だったよ。ソラさんはバク、ソラさんはバスさんは行って、バスさんは行って。でも、そう、引っかかっちゃったの。間に合わなかったけど。うん。いやー、コメントでは生贄捧げだからまた出るってきました、ありがとうございます。出る出る出る、きっと出る。なんかマグマ足りないなとか言うんじゃなかったわ、ほんとに、ね、すぐまた出たもんな、うん、そうそうそう。あー、マグマ足りないな、出ないな、マグマが。これはこれでつまんないんですよね。そうなんだよ、マグマ来てくんねーと、つまるってつまるってって、マグマ来てくんねーと面白みがないんだよな。何のためにネザー来てるかわかんないし、マグマ見に来てるんだから。どうだったんですか。そうなんだよ。なんか来てる。おーい、おーい、出るね、怖っ。出た？今出た、一マスだけ出た。床に出る。全然出るんだよね。なんなん？出ないね。ね。なんでだろうか。裏。あ、出た。俺あれでマジマグマじゃないのが出た。ええ。本ちゃん出た、本ちゃん。本ちゃん出た。出すぎだって。マジ嬉しいこれ。トモさんの列ばっかり出るね。ね。出してよ。はい、出ました。16。欲しいな。ね、欲しいよね。俺出ちゃう。ちょっと1個ぐらいは当てたいよね。当ててくれよ。いや、でもさっきは当てたよ。チャミン出てたよ。俺だけ。チャミンは出てた。俺も当てた。俺だけ。クミさんも当てた。ソーラさんも当てた。ソーラさんだけでは出てないの。じゃあもう出るかな。出るかな。あ、マツさんそこ気をつけて。おっと、クミさん、クミさん、バック、クミさん、バック、バック、ゼ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 バック。クミさんからマグマ。クミさんからマグマ。クミさんのレーンからね。クミさんからじゃん。クミさんからマグマ。あれか、あぶねか。こっちから行った方が早い、クミさんの止めんの。あ、かもしんないですね、それ。こっち側上の一番止めた、止めました。この列どこにあったような。ナイスナイス、グッチョブ、グッチョブ。もうちょっとだけ。オッケー、グッチョブ。うん、一マスだけだった、クミさんの。ラッキーマグマやね。さあ、どんどん出ろ。ハンバーグ、チカ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 通じるし、あれはマジで面白いですけど。面白かった、あれ。あ、みんなハンバーグを進んでおります。進
進んでねえ、ハンバーグに見えてくるやろ、これが大体、ね、あ確かに肉こねたようなやつに見える。ゆくりようかん肉汁やね、ポタポタ焼きね、ちょっと要注意で、はい、ポタポタ焼きです、ポタ焼き状態です、ポタ焼き、でらー、マジ砂気をつけてね、これ溶岩湖だったら一気にこれと一緒に来るからね、はい、上も見てね、一応上も見てね、上にその削った後に、あ、明るくない、大丈夫か、びっくりした、ないね、大丈夫、大丈夫、落とすよ、いやえ、結構怖いな、でかいな、出たー、だいぶ上だけど、あ、上に出た、ほんとだ、上に出た、見といてよかった、あ、なんだ、クビさんからマグマ、クビさんからマグマ、オッケー、クビさんからマグマ、クビさんからマグマ、クビさんからマグマ、17個目、ね、ゲット、あ、待って、その先にも1個あるね、これね、え、すごい、ほんとだ、18個目ゲット、落ちた、俺も出したい、出たね、広めかな、あ、広めやね、あー、それきつそうだね、それできた、塞ぐわ、違う、待って、砂利多すぎなんですけど、ここ砂利の上にあるってことが今回手間ながら、そうだね、砂利のところは見なきゃわかんないね、それじゃあここ掘って大丈夫そう、あ、ちょっと待ってくださいね、うん、あ、OK です、潰しました、大丈夫です、ちょっと溶岩が大丈夫だ、出てきてるし、ネザライト鉱石も出てきた、大丈夫そう、ワークベンチ、あー、木もない、またなんかワークベンチと木出してもらっていい、ワークベンチありがとう、こっち側から出そうぜ、でもワトさんちょっとストップしようか、あ、その中ありがとう、何クビさん出てくるの、絶対来るんですよね、ね、絶対来るよね、ソーラさんに今あー、なんか出てくれんよ、ピーさん、ありがとう、ソーラさんもらうね、1,2,3,4,5,6、あべ、緊急事態発生、どうしました、作りすぎた、シフトをしたな、もら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 、うん、ちょうだい、いいよ、1,2,3、ほい、まだワッツさんにもピケラあげようか、あ、待って、あ、ピケラもう持てるか、持てるか、ピケラ配りおじさんや、荷物いっぱい、じゃあ一応ここに、はい、ゴミ箱作ったよ、あ、ゴミ箱ナイスナイス、欲しかったこれが、じゃあ反対側にも、ちなみにゴミ箱作っておいよ、ここ、火に向かって投げればなくなるから、あざす、ペロ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 、ほらー、マジで寝ざらく、結構あれだね、ちょっと待って、誰かまた後ろからね、結構ね、ちょっと待って、誰かが捨てたやつが俺の中に入ってくる、供給期間、じゃあ供給期間、誰がゴミ箱だ、ほらおい、ゴミ箱だ、見えた、俺はかけんなよ、終わらん、終わらないやつ来た、終わらないか、終わらないな、終わらないな、マジでなんかファイト増えるんだが、おい、流しそうめんのさ一番下で待ってる人だよね、ちょっとおふざけすぎますわ、どうした供給の方が多いから、7対6対1だもん、早く捨てて、全然俺が捨てたい、ワートさんが1個捨てる間に6個増えるから絶対減ることない、ね、無限に64入ってくるんやけど無限楽園、下供給期間だ、さて掘るか、オッケー、でもあれだね、溶岩は笑いすぎて涙が出ちゃった、面白いね、みんなでマインクラフトやるのは、うん、さあ次誰だ、ネザライト引くのは、来い来い来い、先溶岩 かな、あと10分だぞ、残り10分、1分で1個出るよ、残り10分、もうそんな、あ、やべ、もうそんないい時間です、はい、黒壁、いやー、リュウグさん12000スパチャありがとうございます、ありがとうございます、あ、なんかポタポタ焼きやん、すいません、うわ、ポタポタ焼き、気をつけて、パク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 、もう1個パクパク、もう1個パク、上からも来たー、お前、あー、バセンさん、いい穴掘り、やったー、ありがとうございます、待って、ここは大丈夫、大丈夫、やったあー、だいだい、大丈夫、それ、あ、大丈夫、オッケー、よいしょ、慌てない、一休み、そうだね、一休か、欲求さん、松岡修造さんだね、欲求さん、なに、バック、あー、死んだ、多分死んだ、あ、私も死んだかもしんねー、死なない、私が死ぬ、死んだー、チャミーは
しがない。みんなが微妙。あ、死んだわ。バコン。あ、やめて、なんで。わざそっちの違うよ、チャビトだよ。うん、わざこの手前にやって。死んだ。すいません、テレポート使わせてください。純真の術、あ、だ。生まれてきてごめんなさい。食べて。食べたい。食べない。食べない。すいません、皆さん。使わせてください。この人たち、マイクラ初心者なんです。90ですか。チャミンのそっち側のがワークベンチ周辺がチャミンの撒き散らしたやつ。あ、なんかもう勝手に拾わさった。もういい、全部俺。死んだから。いや、ワトさんが半分より前で、あちゃみさんが半分より後ろ。うん。わかりにくいな。こっちが俺やろ、これ。ダイヤブーツより手前がワークさん。俺より前がお前だよ。そう。私多分もう全部拾ってるから、大丈夫、ワトさん。はい。で、ちょっとごめんなさい、一回。抜けてからのもう一回入ります。そうこれ俺いねえな。いや燃えたね。燃えた。また来ますよ、ここ多分来るよね、うん、ここ来るね。ポタポタ雪だ。ここ右のところから出てくる。え、でもマヤ、ね、さんこれ違うの、このゲーム。あ、これも俺、そうと思うけど。あ、また出た。出たね。うん、塞いだ。ナイス。こっから出るんだよね、俺。なんてこれ怖いな、この砂利の先ないか。あ、行ったんじゃね。あ、ここ出る。これ危ねえか、これ危ねえな。これ危ないね。うん、くるくる。このブロック、このブロック。うん、掘っていいよ。怖い、出るよ。ナイス。今、もうブロック用意してる。下おるか、下。はい、クメさん。下おればいいじゃろ。OK。これでいいんじゃない。ほら。大丈夫じゃないですか。ほら。あ、すいません、あざす。あ、なんか。ほら大丈夫大丈夫、ほら大丈夫大丈夫、最高ぜ、ラストスパートってことは出るよきっと。大丈夫。もう2回死んだもんな今俺。あ、確かに2回は足りたかも。これで足りた。ただワトさんって半人前だから2回死んでやると1人前なんだよ。1人にはなったよ。そういや1個ぐらいは出るかな。出てくれ。危ない。何何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 何。メザライトの剣3本も持ってるって何。3刀流な、ね、やばい。ゾロ持ちすぎ。ゾロなの。剣加えてるから喋れないっていう、そういう設定なの。あ、そういうことか。知らんかったわ。そう乗っかってるだけだろ。そう そこひとまずですよね、多分。あ、これでいいか。うん、そう、このソーラーサンラインのところから横から溢れてきた。あくみ、これね。さあ、最後ネザライト1個出して終わりたいな、もう1個。あ、そう、うん、ほれーほれ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 。マジで1個も出てない。出ないか出ないか、出るか出ないか。出てくれ。うお、もうノンストップ行ってやろうから。怖いねー。なです。あ、違った。なんだよ。あ、まあブラックストーン確かに勘違いしやすい。うん、最後結局俺が出しちゃう気がする。パッと上見たらあるんじゃないか。さてないかな。出ないね。クミも今死んだしな。でかい塊が来てもいいんやけどな。明るくします。はい。あ、こっちが違うね。出ねえか。ラスト行こう。あと5分出てくれ。出ろ。ゆりちゃん早っ。早っ。早いな。来い、来てくれ。火つけるためにバッセンさんがチラッて左後ろ見る。身の危険をね。さっき後ろからやられたからさ。ぬさん1万円スパチャありがとうございます。ありがとうございます。ラストスパートファイトありがとうございます。全部スパチャ読めなくてすみません。最後ちゃんと読みます全部。いや、もう暴走でいいやろ。マジで1個ぐらい出らんかな。いいよ、じゃあもう自分のペースで行っていいよ。死なないようにね。いい、もう全力出して、うん、全力でいいよ。挽回して移動。
プロちゃんに至ってはすっげえ言ってるよ。言ってる。見逃さないようにね。確かに見逃してたらお願いします。ちょっと先にね、砂利エリアあるんでみんな気をつけてください。見逃してたりしてみんな、いやないね。あと下溶岩、あ、下溶岩これ、気をつけて気をつけて、砂利気をつけて、砂利砂利砂利、デロ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 、教育とか下溶岩にはまるかもしれないこれ。あー、それはあるかもね。下溶岩ある。おっと、俺のところ溶岩出た。あー、俺も溶岩出た。危ない危ないよ。あ、出たー、来たー、出た、おめでとう、ラス1。本当だ、綺麗に出たね。2え、ナイス。2え、2えがやっぱやっぱ2回死んだから1個なんだね。いやね、なるほど。やん、下も来い、下ないかということで、綺麗にワトさんが引いて全員出現させて終わった感じか。終わったか。19個だわ、2時間やって。2時間、あー、すまん、最後来た。おお、ちょっとさて溶岩溜まりですね、さらに。あ、じゃあもうしょうがないね、ここで。うん、終わりますか。はい、はい、ということで、また出た。ちょ、残り3分の時間使ってみんなで戻ってみる。どこに、めっちゃあったりして見逃しがね。さあ戻れ、うん、やばい、戻れるか。走れない、走れなかったら飯やるぞ。ある、キーボード壊さないでね。大丈夫ね、オッケー。バコバコ頭ぶつけると早く走れます。どれくらい時間かかるんでしょうか。バコバコ頭ぶつけてます。だいぶ掘ったんじゃない。めちゃくちゃ掘ったよこれ、一直線に。これ現世に行ったらすごい距離じゃない。確かにそろそろ俺のソウルスピードブーストが。まだまだ先じゃない。まだまだ全然ねえな。ソウルスピード結構離れてたもんね。うわ、めっちゃないわ。あ、いやすごい、ソウルスピードブースト。ワトさんおめでとう、スコちゃんありがとうございます。ソウルスピードブースト、ありがとうございます。はいね、やっぱそこ、うん、いやいやいや、あ、くるくる重いかな、大丈夫。あー、やっぱブーストに引っかかった。確かにそうだね。ここでやっと下がるところか。ここで下がります。よいしょよいしょよいしょ。あ、やばい、ご飯食おう。もう下がるとこで半分ぐらいなのかな。そんぐらいかな。で、何枚分ぐらい来たんだろう。何枚分くらい来たんだろうね。2枚分ぐらいは来てますよね。ね、重さを抜く。抜けるかな。おほいほい、あ、どう、バレてきた。まだまだあるよ、まだまだ。すごい連打もん。誰？俺。あれ？それじゃない。激しい。マウス触ってないぞ今。カカカって。お腹減らないんですよ。ずっと走り続けてるけど。豚肉をちょこちょこ食べる。たまに食べるのね。本当、全然減速してる気がしないからさ。いつの間に。連打連打。音ぶつかる。俺これ逆走してないよね、大丈夫だよね。あれ来てるかな。逆走よ、それ大丈夫かな。戻っといで、戻った方がいいかな。いやーめ、マジで違う。3分間今ので3分走ってるわね今。あー、なんかワークベンチあったら。カップラーメンができちゃうよ。カップラーメンできるね、ここいるだけで。結構来てたんですね。あったー、うん、やっとゴールだ。マジ？よし、掘ったねこれ。全然追いつけんのやけど、みんな早いな。ダッシュダッシュ。ね。掘ったわ。あー、かまどあった。あー、ついた？もうちょっとだ。あー、見えた見えた。ゴール見えた、ゴール見えた。あー、やったー。私はたどり着けるのだろうか。あー、ヒュー。抜けた抜けた。お腹はある？うん、あ、来た。ある。お腹は見えた。お腹はある。お腹はある。以上まで戻りたい。あ、チャミ見えた。ワトさんは？ワトさんもうちょっとだ。あ、来てる、来てる。あ、いたいた。あ、来た来た。全来た全来た。めっちゃ掘ったね、これ。めっちゃ掘った。掘ったな。いや、まあおかげさ、あ、4つだ。っていうことは全部で20個。ぴったり20個手に入りました。ナイス。ナイスです。
これはいい結果なのでは？うん。意外と掘れるもんですね。そうだね。まあちょっとね、テレポートを何回も使わせてもらったんで、ズルではあるんですが。すいません、何回も突っ込んじゃったので。はい、一回どうする？下にみんないるなら下で終わるか。下で終わります。ここの入り口の。あ、そう。うん。どうだ。こうか。こういう感じかな。こうか。ん？こういう感じ。どうする？こういう感じかな。これでみんな俺動かなくなるから、映る場所に行ってください。前の人しゃがんで。はい。1ブロックぐらい上があると。こういう感じかな。オッケー。はい。では。皆さんの応援のおかげでネザライト鉱石が20個、ん？古代の残骸が20個手に入りました。応援スパチャありがとうございました。最後にスパチャを全部読み上げたいと思います。赤川みんな、皆さんもお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあここで会話解散にします。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということでみんなと会話を終わりにしまして、これから最後スパチャ読み上げさせていただきたいと思います。たくさんスパチャありがとうございました。スーパーチャットのあった。いやー、すごいたくさんもらっちゃった。今日ありがとうございます。あった。もこもこもこ泡石鹸さん、ポッキー台にどうぞ。今日ポッキーの日ですね。いただきます。ありがとうございます。ゴッドマキさん、スパチャありがとうございます。みえさん、楽しい時間をありがとうございます。こちらこそありがとうございます。柏ギャンズさん、グッドマークのステッカーありがとうございます。つやつやさん、ワンチャンステッカーありがとうございます。初めて赤が生紙見ました。スマホで2台でトムさんとヨッピーさんしてを見てますと。ありがとうございます。赤木葵さん、こんばんは、今来ました、ありがとうございます。なあちゃんさん、メッセ入れ方わからなくてもう一度リアタイ2回目です。だいぶ楽しみにしてます。めちゃくちゃみんな死にました。ありがとうございます。ビオラさん、ソーラさんの萌えっぷりにスパチャありがとうございます。猫宮ノエルさん、ソーラさん頑張れスパチャありがとうございます。みかんとあそぼさん、お見舞いソーラさんへありがとうございます。ひなつちさん、初スパチャです。久しぶりにリアルタイムで見られて嬉しいです。ありがとうございます。雪のみかんさん、こんばんは。誕生日に生髪見れて幸せです。ソーラさんに幸福があること。みんなソーラさんに。ありがとうございます。魔術師魔術修行中確信犯さん、ありがとうございます。友明さん、こんばんは。赤髪楽しくて羨ましいです。 ありがとうございます。サーチョンさん、ダイヤモンドスパチャありがとうございます。またまた友明さん、エリザベス女王杯は赤髪の赤で3枠、鳥ちゃんの緑で6枠、バステンさんの黄色で5枠で夢見ます。なるほど、365で買うってことなのかな。競馬の券を頑張って当たるように祈っております。ありがとうございます。くるみさん、女性陣にあげてください。1万円スパチャありがとうございます。ミカサブさん、姫神の方々にあげてほしいのと、ディスコードの URL 記念聞いてました。ありがとうございます。ビオラさん、梨のマークのステッカーありがとうございます。なんかみんな映りたがってね。リアヤマジさん、あちゃみさんのおつまみ台にどうぞ。ありがとうございます。またまたともあきさん、あちゃみさん、くみさん、こんばんは、スパチャありがとうございます。さすがナイスプレイスパチャ、しんゆずさんありがとうございます。 K4T さん、皆様のお菓子やスイーツ代にでもありがとうございます。くるみさん、男性陣に分けてあげてください。1万円スパチャありがとうございます。のりたろう5さん、ソーラさんのおやつ代にどうぞ。1万2000円もありがとうございます。フライドポテトさん、足りないかもですが、あちゃみさん、あちゃみ丼とワトヤンの晩酌代として使ってください。ありがとうございます。姫愛理さん、姫愛理ちゃんさん、ありがとうございます。ジャイアン100さん、トムさん、皆さん、こんばんは。親愛なるワトさんへの晩酌代を送ります。ありがとうございます。ともあきさん、こんばんワトさん、福岡に行ってみたいです。スパチャありがとう。V06 さん、皆さんに古代の残骸がたくさん出ますように、スパチャ1万2000円もありがとうございます。おかげさまでたくさん出ました。20個ですね、出ました。ユマキャプテンさん、スパチャありがとうございます。ユニコーンさん、古代の残骸たくさん出ますようにありがとうございます。トモさん、頑張れ、5000円もスパチャありがとうございます。水松さん、便乗して私も皆さん頑張れ、1万2000円ありがとうございます。カイフラワーさん、赤髪クラフト大好きです。
6100円もありがとうございます。シュンビビーさんも6100円スパチャありがとうございます。ハンバーグ代ありがとうございます、リバヤンさん、生神初視聴です。古代の残骸たくさん出ますように。ありがとうございます。酒豪のお酒の足しになれば6100円。カイフラワーさんありがとうございます、タニシさん1111スパチャ、こんばんは。皆さんの悲鳴を魚にハイボールとご飯が進みます。皆さん今日ポッキーの日ですが食べましたか。スパチャありがとうございます。みんなねポッキー食べてないそうです、リュウグさん12000円もありがとうございます。皆さんのチームワークの良さに次の美味しい贈り物に使ってください。ありがとうございます。ヌさん、ラストスパートファイトありがとうございます。そして、カイフラワーさん何回もありがとうございます。ワトさんおめでとう、12000円もありがとうございます。あ、そしてヌさんも1枚もありがとうございます。ヒューガ水木さんお疲れ様でした、ありがとうございます。リバヤンさんお疲れ様でした、ワトさん最後おめでとうございます、ありがとうございます。あ、そうか、ワトさんが最後に古代の残骸出しましたね、ありがとうございます。キモンさん初スパ失礼します、ワトさんナイスです、ありがとうございます。クーネルさん初スパチャです、お疲れ様でした、ありがとうございます。さくらんぼ775さん、ただただまっすぐ掘るだけでも盛り上がる赤髪さすがです、お疲れ様でした、ありがとうございます。ちょっと画面読み込みしてパチャッと、キヨさんお疲れ様でした、最初から見れなくて残念でした、ありがとうございます。アーカイブ残るでね、ぜひぜひ見てください。チョコイチゴさん、やっと初スパメンシップお疲れ様です、ありがとうございます。12000円もありがとうございます。これで全部読み上げさせていただきました。ではこう結構みんな残ってる。では今月も皆さんたくさん、スパチャとかもちろん普通のコメントだったりライブ視聴を見てくれたりありがとうございました。また、月に1回こんなライブやってるので見に来てください。いただいたスパチャ代は、みんなへのおやつ代だったり、ちょっと今回はね松坂さんをメンバーのみんなに送ってみんなですき焼きを食べさせていただきました。スパチャありがとうございます。またなんかみんなに送りたいと思います。では11月の生ガミンクラフト絶対に曲がってはいけないネザー採掘終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。